博士さん。どうもこんにちは。アーグサバイバルエモルドやっておりますと言いつつ、コメントが見えませんので、誰がコメントしてるか今見えない状況です。少々お待ちを、しばしお待ちを。トゥ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 公式です。公式サーバーです。うい、肉突っ込んで藁を突っ込む。よし、ようやくパソコン動いたぞ。あれ、なんか若干ラグい。お、日本代表さんどうも。そうです、公式サーバーですね。よいしょ、OK、公式でございます。うい、うい、うい、焚き火壊れるの早いな。おっと、お引っ越しでございます。また最初からやっております。いつも最初から、ラララララ。うい、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 わら、おげとー。とりあえず今はのんびり一人でやっていこうかなっていう、すべて最初からね。僕は今フォートナイトしてます。フォートナイトですか、いいですね。ちょうどフォートナイトもあれですか、シーズン変わったのかな。変わってから結構時間経ってるのかな。どうなんでしょうね。結構面白いよね、フォートナイトも。面白いですよね。よし、どんどん藁を作ろう。あれ、ちょっとラグいのかな、重いのかな。ちょっと重い、ちょっとラグい、ちょっと動かない、真っ暗。よし、オッケー。まあまあまあ、モンスターブレードに近い。オッケー。今回ここは仮の拠点だ。こっちに本来の大きい拠点、あの前、イカダで突っ込まれたんで、ちょっと奥の方にどんどんやっていこう。今回2倍キャンペーンっていうか、2倍デーじゃないからな、資材がなかなか集まらんのだよ。よいしょ。これが辛いところだね。繊維が取れへんね。巻き戻しくらった、はい、ラプトルいい、ラプトルレックスじゃねえぞ。レックス、このレックスってどうなの、やばくない。なんか今やばいのいたな。あのレックスはどうなんだ。この辺ちょっとやべえぞ。なんかやばいな、肉食オーブンでこの辺。痛い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 。あ、また真ん中に。あー、ミガノサウルス。肉食がやばいな、この辺。ちょっと早めに戻られば。戻らればなるまい。早いとこベッド作らなあかんな。はい、復活。こんにちは。お、名古屋大地さんどうもこんにちは。アークサバイバルやっております。見事にやられたわ、見事にやられた。肉食がいる、肉食がいる、やだ、参ったな。とりあえずあのアロサウルスはあれやね、正直なんとかなるだろう。アイランドと一緒にやったら大丈夫。今んとこ素材をどんどん集めて、またあれやね、力つければ問題なしやな。とりあえずラプトルいんのはちょっとやだね、やだね、だらやだね。というかチャリティーイベントが明日か、今日、明日、今日の夜中、今日じゃないな、明日の夜中1時にあれやね、やるみたいやから、楽しみだね。お、ラプトル死んでる、やったね。これさあ、他の人の恐竜か、ウィヒヒヒ。
いいね、カメがラプトルを倒してくれたから。でアロサウルスどこ行った、あの野郎、あの野郎、あの野郎、人の死体の上で寝てやがるぞ。なんて野郎だ、不定野郎だ。よし、いらんもん捨てて、捨てスキンいらんな。でも正直そこをポイポイと回収成功かな。ミッション完了。よしよし。いや、変な鳥が襲いかかってくる。ラプトルはもう死んでいる。ざまあねえな。川がめっちゃ取れる。あー、なんか取られた、スティームベリーが。ここはアイランドですか。ここはラグナロクでございます。そうそう、名古屋ライズさんが言ってあったかな。ゴーバルサーバーに来たんですけど、実に平和ですね。これは建築チャンスじゃないですか。あ、なんかラグいのかな、これ。変な鳥が追いかけてくる。いやー、やめてほしい。変な鳥が襲いかかってくる。助けてー。なんもねえわ。あの鳥倒すには、焚き火を振りますしかない。来いよ。変な恐竜がいた、橋本に。おめえじゃねえんだな。お、当たった。全然変わってない。よし。来いよ。変な鳥で、来い、来い、来い。おら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 、来いよ。邪魔だな、この鳥。俺のドライブに誘いましょうか。それは嬉しいね。そいつは嬉しいね。それは嬉しい。まあ、今んとこはとりあえずいいかな。今んとこは自立でやらせていただこうか。今んとこはちょっと、自立でやっていこうかな。自立っていうかおかしいな、自力かな。よしよし。まあまあ、あとはベッドだね。この最初の部分が好きだね、建築してって。これも復讐に燃えてるぞ、あの601サーバーの。ドライブオブ人類か。あやつらのせいで。てか鳥しつこいな、いつまで追いかけてくる。やめろー。あー、ベリーが。そう。どうしようもねえわ、今。撤退だ。おぉ、人が倒れてる。焦る。あの鳥まだ追いかけてくる？大丈夫か。よし。罠だね。で、またちょっとしたアイランドで戻ろう。よしよし。ベッドは、ベッドできるね。嬉しいね。やったー、ベッドできた。あとは藁の土台を作ってかな。さあ、藁の土台を作って。よしよしよし。てか、アロサウルスいるんだから、そこ。とりあえず失敗したから、この真ん中ら辺に作ろうか。おっと、石膏造物が近いのか。ならばこっちは見て。ここら辺やったらいけるか。ひえー。ああ、いけな。ほら。また変な鳥来たら。あ、またあいつか。この鳥ね。燃えるがよい。今日は2倍量じゃないからね。ああ。よし、オッケー。やったぜ、レベルアップ。目が見え。OK。2倍でやったら嬉しいんやけどね。こいつ借りたいな。しつこいね、あの鳥も。よしよし。繊維が必要か。明日やね、本番は。とりあえずラグなどで軽くできることしようと。あ、当たった。あー、スティームベリーが取られた。なんでこいつと戦わないかんや。指さえあれば。
変更はできそうやけど、地味に面倒くさいんだよね。何か援助しましょうか。そうですね、援助か、会うと嬉しいね。今んとこはとりあえずそうだね、援助系か。最悪自力でなんとかできるようなサバイバル術をなんとか獲得してるから、なんとかなるかな。今んとこは後半が大変だよねこれ。とりあえず序盤にはなんとかしよう。でも名古屋大地さんと同じサーバーやと心強いね。実に心強い。よいしょ、オッケー。あの鳥また追いかけてきてね。よいしょ。魚肉はここで。魚肉。正直ここで肉もゲットできると嬉しいね。めっちゃ動くんやけど、シーラカンス。消えた。え、全部消えた。オッケー。シーラカンスって案外逃げるの早いな。当たんねえ、攻撃が。よし。序盤。まだあの鳥来てんのか？まだいるよ。え、いっぱい増えてね。けど全力で走る。なんかいっぱい増えてね、あの鳥。いやー。マジ迷惑。どうすっかな。あの鳥をなんとかしたい。よし。鳥も走りまくってなんとかしよう。スタミナに関してはまだ十分。よしよし。あ、これ登れへんのか？うぃー。まあ、いっか。あの緑のビーコン欲しかったけど、めんどくせえな、あの位置。ほら、あ？なんとかの鳥か。ポイント2バイディだとね、資源が美味しいんだが、あれはフラワーあるよ。よしよし。とりあえず、芋は何でもいい。資材を集めよう。よしよし、オッケーオッケー。よし。いいぞいいぞ。もう何でも資源はありがたいね。ロードだ、ロードだ。601サーバーより快適だね。肉に動かしやすい。イエーイ。すいすい。皮はいっぱい手に入る。よし。あと肉とかか。肉焼いてたけど、どこやったっけ。手に戻るか一回。ロードは後で始末。一旦撤退だ。石の建材やるので待っててください。マジっすか、それはありがたいね。いいんすか、そんな。いいんすか、そんなくださって。そんな、嬉しいな。さあ、どこで建築を作るかやな、あとは。前みたいに突っ込まれたら終わりやからね、正直。じゃんじゃん。あっラフトル。来たかな、走ってきたかな。ラプトル退治はなんとかできるような。ビャー！痛い。やってくれるな。最悪亀になすりつけたり、取り切られなすりつけたりなんとかなるよ。あ、2匹いる？あー、レプトル135レベル。くそー、やってくれるな。資材が。まあいい。まあいいだろう。すぐに立て直す。ラプトルはやばいな。いかにこいつらとやり合うか。オッケー、いいとこ復活。まずラプトルとの領土争いだね。貴様ら追い返してやるわ。正直アイランドから恐竜持ってきたらいいからね、あとは。よし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 。いくらでも俺は体勢を立て直す。やってやろうじゃないの。ラプトルの習性的に亀とかそのあたり突っ込んでるだろうが、そうだね。一番次に大事なのが、間違えた。一番大事なのはこれだね。これこれ。これを作るか否かで、次は全然違うぞ。いった。あの鳥なんとかしたいな。後で潰しますか。これ俺どの辺で死んだ、あっちから。
いやラプトル2匹。カメ死ぬなあれ。うん、まずいな。ラプトル強いもんね。その辺になんかいいの？動物。あ、次俺か。やばいね、やばいね。ちょっとあれ使わせていただきたいな。全力で。来てるだろうね。いやっほー。ここはどこ行った？アダプトル。ん？下泳いでる。そう、びっくりした。瞬間移動したかのように見えたね。まいったね。こうは。俺のアイテムどこや？あっちか。ダッシュ。ヒュッ。上がってるならチャンス。今だ脱出。まさに芸術的脱出だ。今度逃げ切れただろう。あれ？あれ？あ、ああ巻き戻し。あれ？固まった？動かんってことはちょっと巻き戻し食らうな。動かぬ。ちょっと待ってみるか。ここか。ここか、紛らわしくらん。あぶね。痛い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 。よった。人のいかだの場所で、なんかするというね。こうなったら、こう泳いで遠回りで行くべきだね。ラプトルとの激戦だな。よし、これでなんとかなった。よしよしよし。この俺、ラプトル待っときよ。お前らを駆逐してやるわ、いつか。よし、無事出して成功。あそこでラプトルたち荒らせ。よしよしよし。とりあえずアイテム回収しよう。いやー、結構このサーバー来たとき最初なんか建築とかいっぱいあったはずなんだかなんか消えてね。まあいいんですけど、別に。よし。過ごしやすい土地になっていうのはなおさらラッキーだね。OK、回収。闘技罠作れるね。いいぞ。奴らを駆逐するための建築として。この辺に一個作っとくか。あ？何だよ、これ。あ、鳥か。またあの鳥か。あの鳥は俺許さんぞ。入れとなんか、だな。この辺に、この辺にちょっと。OK。いた！あ、俺ダメージ食らうんや。忘れとった。いやー、来る。ダッシュダッシュ。よし、出して成功。とりあえず、どんどん建築を。帰ってきたよ。さ、藁の土台も作らなあかんし、いい、やること多いね。藁の土台が作れへん。収納ボックスも使わなあかんし、とりあえず肉も食ったりして。よし、焼けてる焼けてる。あ、間違えた間違えた。いけい。大量の肉を投入。ちょっか、そして私は肉を食らう。バク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 。オッケー。さらに藁の土台を投入だ。どんどん横に広げてって建築を広げるとともにこっちの拠点も広げたいね。あのトライブオブ人類みたいにね、居候されたら困るから一気に誰もいないでどんどん建築を広げよう。砂とか埋め立てても大丈夫。これまさかまた巻き戻し食らうパターンかな。大丈夫か。いいね、邪魔邪魔です。トリケラさん、トリケラさんも置いてください。ここに行くの。めっちゃ取れる。
こっちはどう？作れる？こっち側に作れへんのか。まあいいんじゃねえかな、この辺でね。よいしょ、オッケーオッケー。それでこの辺でちょこちょこ。ね、拠点を作りつつ。で、いいんじゃないかな。よしよし。繊維藁か。よし。よしよしよし。いっぱい繊維集めろ。それで建築をどんどんしていこう。どんどん領土を広げていこう。どんどん領土を広げる。広げるとかどんどん広げる。一番安心な場所があっち側かな。それでベッドを置こうや、まず話すよね。人が。よし。ここをキャンプ地とする。こっちやな、キャンプ地は。ここをキャンプ地とする。もうちょっと広げたいね、正直。この辺にベッド置こうか。イカダ突っ込んでこへんかな。もうちょっと奥の方にやろうか。イカダ突っ込まれたら終わりやからね。文明に関しては。突っ込まれへんように、なんか柵でも置いとくべきかな。柵というか柱かな。巻き戻し食らうか。ラグラウクはちょっと重いね、やっぱり。よし、OK。おっと。さあ、ラグナロク編の始まりですよ、皆さん。よし。まあ、アイランドにまた戻りますけどね。とりあえず、ここで力を軽く。よし、OK。いいぞ。ベッド、じゃあ、この辺に作ろうか。OK。よしよしよし。この辺に資材と。壁か。よし。壁を。いいぞいいぞ。いいスピードで藁の家が出来上がりつつある。で、ちょっと作ったらと木とか集めてやね。明日やな、本格的な家作りとかは。今は絶対的な領土やね。領土拡張だ、まず。急いで急いで領土拡張だ。急いで急いで。よし。いいぞいいぞ。繊維が足りないかな。よしよし。イエーイ。よーしよしよし、いい感じに。とりあえず、藁やけども、まずは藁でいいわ。絶対的な領土拡張だ、まずは。よーし。さあ、今までね、嵐をされてきましたので。領土も拡張できなかったが、ようやく別サーバーにて建築できるってのがいいよね。よし。今まで、ね、領土拡張させてもらおうじゃないの。あそこのアロサウルスは置いておく。みんなテームできるときまだテームしよう。そうするか。いいね。領土拡張だ。どこまで広げられるやろね。こっちは無理かな。まあいいんやけどね。どこまで領土が広がるか。よしよしよし。一体やね。あと木箱も作らなきゃ。もっと重いな。巻き戻し食らいまーす。ほいほいほい、領土拡張です。また負けました。大丈夫か。お、カクカクになったよ、ついに。やばい。処理が追いついてないかな。こんにちは。お、よしこさん、どうも、ヒーローさいたまさん。こんにちは。アークサバイバルやっております。
別サーバーに来てね、今ラグナロクのね建築をしてます。重いんだが、カクカクだよ、カクカクや、治らんな、処理が追いついてない可能性が微存あるぞ。微存っていうのか、なんていうの、新しいラグナロクサーバーですか。そう、新しいラグナロクサーバーです。初見です。初見です。出た、初見詐欺出た、騙されんぞ初見は詐欺。そう、新しくラグナロクサーバー来てますね。前回の二の鉄を踏まんように、こっち側にね、イカダ突っ込まないと大丈夫な、こっち側にちょっとね主に寄せようかなと思ってるんだけども、イカダが突っ込まれへんように考えなあかんな。重いんだけど、めっちゃカクカクですよ。よしよしよし、壁を本格的にね建築するのは明日でいいかなと思ってるんで、とりあえずこの辺を作れたらいいかな。カクカクやな、ちょっとカクカクですね。まあベッド1個できたのは一番でかいね。でこのカクカクはどうしたらいいんや、これが困ったもんや。 で木も集まったし、あとは藁か、藁でできるね。カクカクだよ皆さん。あ、治った、いや治ってない、まだカクカク、なんでやね、さっきまで治ってただろ。よいしょ、明日って8倍来る日ですよ。明日がチャリティーイベントでしたっけ。明日が本番ですね。現物によると明日の1時でしたっけ、夜中の。そう、それを狙ってます、実はそれを狙っております。ですんで今はね、ラグナロクに、そう、明日が本番ですので、多分8倍やから資材も8倍で取れるのかな。それゆえ一気にラグナロクに足がかりをつけれるチャンスやと思ってるんですわ。正直チャンス、大チャンス。あ、そっか、あ、そっか、そうなんですね。明日ですね、イベントラグナロク、一気に私が力をつける日です。明日みたいですね。明日現物によっては夜中の1時だよみんな。夜中の1時でしたっけ、忘れたわ。 OK、 よし、 OK、 カクカク直った。これで一気に収納ボックスをこの辺に置くと、収納もうちょっと料理広げてからでもいいよね。こっちの横にしたろうか、もうちょっと拡張するけど、ちょっと収納僕作りすぎたわ。あっちに作ろうかなと。で、ここにいらんやつを入れるだろう。よしよし。OK、いいよいいよ。よし。さらに時代を進めよう。無理と最終とテイムと経験値がだんだん上がっていくんだよね。あ、だんだん上がるんすか、いいね。マップどこにいますか。それはありがてえ、どんどん上がるんだね。あ、マップですか、少々お待ちよ。マップに関してはね、今ね、よいしょ、マップがねこの辺りですわ。縦が30の横が20かな、うん、海岸沿いにこの辺にいます。一番特徴的な骨の場所ですね。骨がある場所。ね。その周辺にいますか。私が一番大好きな土地です、ここ。とても大好き。私大好き、ここの拠点。私大好き、ここの拠点。へい。でございます。よし、次、イカダを作ろう。さらに時代を進める。よし。イカダどれだ？あったあった。行くぞ、イエース。ラグナロクに、それに新マップのプレイ動画も出るので楽しみですね。あ、マジか、新マップどんなやろね、楽しみだな。新マップ楽しみ、めちゃ楽しみね。どんなやろね、結構どんなやろ、なんかチラッと見たような気もするけど忘れたな、どんなんかな。まあ楽しみだな。ちょっと部屋寒いね、暖房つけねえ、凍え死んじゃう。
かっけいい。わらわ作れた。間違えた。領土拡張器。繊維また集めなよしこさん、情報ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまやね、ありがとうございますや。ありがとうございます。よし。OK。領土拡張計画。ここまではいかだ突っ込んでけえへんやろ。いいね、2つ拠点を作っといた。これで、ね。荒らしされても大丈夫。汚染されたワイバーン紫のブレスを履くんだよね。マジっすか、汚染されたワイバーンで出てくんの？なんじゃそれ。ワイバーン出てくんじゃん。みんなそっちに行くんじゃね、多分。それやったらラグナロクチャンスやね。いつでしたっけ？ 11 月でしたっけ？もう言うてる間に新マップか。新マップどころじゃないね、今。ラグナロクで足がかりをつけてるからね。ロッドレイスも出る。俺ロッドレイス見たことねえわ。ロッドレイス。ロッドレイスやったら知ってるけど。あ、巻き戻しかまた。ロッドレイス。繊維と皮、おい、皮多ね？豊富ね？皮あんだけ集めなあかんって。鬼畜だわ。皮ね。皮か。ちょっと考えよう。とりあえず、イカダを先に作ろうか。木と皮と、だから、あれだな、皮がない。博士さん、ワイバーンで来るので。ワイバーンで来ますか？ありがてえね。それは嬉しい。ワイバーン。オッケー。私待ってる。ずっと待ってる。あ、やばい。巻き戻し食らうんか、これ。カクカクだよ、私。私、カクカクね。やば。また巻き戻し食らえそうやな。これの繰り返し。11月7日の深夜から購入できる。あ、そうなんや。11月なんかもう言うてる前やね。早いね。早いの。購入っていくらぐらいやろ。値段がわからんな。またちょっと調べな。ね。はあ、固まったかな、これ。巻き戻し食らいます。食っても、あれ。2630。あ、それなりの微妙なお値段だな。高いのか安いのかは判断つかへんだ。あ、びっくりした。いいお値段じゃないですか。お値段以上、ニトリ。よし。あれ？まだ巻き戻しくなった。2830円くらい。なるほどね。いいんじゃないかな。高くもなければ安くもない。微妙な、ほんまに微妙な値段な。いいと思うね。まあ、買うならまた買おうかな。ちょっとまだ検討やね。買わへんかもしれんけど。今んとこはね。あ、やべえ！トリケラ殴っちまった。ライナー、僕を守ってくれ。やべやべ。トリケラ15か。3000円持ってればいい。買えるね。いた。買えますね。買えんことはないんですよ、正直。トリケラブチ切れてるわ。トリケラさん、マジ切れてんすか。ウケる。弓があればいいんだが、ものすごい恐竜邪魔だな、いたいところ。いた。やめろ。わしの罠に何をする。自分はかん。かんすか。わしはちょっと様子見かな。ちょっとみんな買うかもしれんね。石がね。初見です。お、初見。俺の棒読みちゃんがおかしいことある。初見さんどうもいらっしゃいませ。ルイ斉藤さんどうも。アークサバイバルエボルドやっております。イエス。なんかカクカクな気がすんだがさっきから。大丈夫か。お、ゆるいはん。名古屋大地さん到着。名古屋大地さん到着。ありがてえ。助けて。トリケラが俺の邪魔をするんだら。己トリケラの。いたたたたたた。散れ。やだ、俺が散る。いやー、
あ、マジありがてえ。援軍だ助かったまあ、明日のプレイ動画見てから買うの決める。せやね、明日やね。それがいいかもしれんですね。ありがてえ、助かった助かった。名古屋大地さん、お久しぶり、助かった。すげえ、ワイバンや、俺も欲しいもんや。これか、これか。恐竜持っていますか。ありがてえ、助かる。恐竜持っていますか。恐竜はアイランドにいます。ありがてえ、素材セットやん。動けねえ動けねえありがてえ、こんなに、ありがてえ。ちょっと待って、サバイバルセットです。サバイバルセット助かるわ、マジ助かりました、ありがとうございます。麻酔薬もこんなに、ありがてえ、ありがてえ。動けねえ、キーが重いな、ちょっと捨てるか。助かりました、名古屋大地さん、ありがとう、助かったよ。すげえ、あれ、もうすごいすごい、助かった、ありがとう、マジ助かった。建材セット使っちゃうか、一気に。とりあえず、とりあえず建築一気に進めるか。建築進めるとしたら海側かな。とりあえずここら辺の木をまず拾って、イカダを一瞬、俺海にもう、べ焦る焦る焦る、あ、びっくりした、怖え、焦った、ひえ、思わず震え声になっちゃうよ。ありがてえ、ハロハロ、ゴビキスト、ハロハロ。この人もあれかな、この人もあれ、違う人か。あなたのは誰でしょう。ハロハロー。ヘロヘロー。びっくりしたわ。AKB さん。あと同じトライブじゃない？アニマルさん。あら？同じトライブではないのか。あらあら。フレンドさんじゃないかな？もしかしたら。フレンドさんっぽいね。なんか。フレンディー、フレンディー。マジ助かる。ありがてえ。サバイバルセットや。助かるわ。とりあえずここにいるよ。ありがとう。Thank you。Thank you。帰ってかった。カマキリのキブル欲しい。カマキリのキブル。カマキリのキブルって何使うんですか？カマキリのキブルって。カマキリのキブル。あれは、誰の、あれ、卵が必要なんですかね、キブル系は。ね。誰でしょうね。ここに作ろうか。あ、ミスった。やっちゃった。一個無駄にした。やっちまったよ。まあ、いいか。とりあえず扉はこの辺に作って、あと土台を作るだろう。これ屋根か。やべ、あっちに置いてきちゃった。とりあえず扉でもつけとく。扉。あ、ミスった。はい。オーケー。何の音、何の音。ボワーって音聞こえたけど。とりあえず、あっちの方を本部にしよう。こっちを仮拠点としてはね。おわ、すげえ。ワイバーンや。ワイバーン？ワイバーンかっこいいね。わしもワイバーンが欲しいわ。わしもワイバーンが欲しい。えい。これ名古屋大地さんやね。これを取って、木をちょっと入れとかなあかんね。木の素材と、おお、びっくりした。どれどれ、なんだい？ありがてえ、毛皮ティカワ。これはマジありがてえ。ジョバンニには、大切だね、このジョバンニに関しては。ありがてえ、マジ助かる。ありがとうございます。皮は後でいっぱい手に入るけど、序盤はとても大切ですからね。マジありがとうございます。助かりました。ありがとう、名古屋大地さん。助かりました。また会おう。これでイカダは作れるね。これでイカダは作れると。よし、OK。皮は75、余った分でいろいろ作れるからね、作業台とか。
胃から作ることによって一気に広がることも広がるからね。よし、 OK、 助かりました。イエーイ、イカだ。あ、重い重い、イカだ重い。あ、毛皮で重いか、さらに。あれ、これであれもできるだろう。他に必要なものあったら言ってください。マジっすか、ありがとうございます。アークの有名人誰。ありがとうございます、助かりましたわ。アークの有名人って誰だろうね。有名人って、アークの有名人だろう。 BF とかやったらね、クンさんとか出してるボックスとかその辺になるんでしょうけど、アークに関しては全然わかんないな。誰が有名やろ、全然わからんね。アークの有名人か。月藤さん、月冬さん。あー、なるほどなるほど、月冬さん。ほう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 、そういう人がいはるんですね。悪い方やったら、あれ、ああいう人がいるけど、人の服は蜜の味とかなんかやったね。うん、名古屋大さん、ありがとうございます。また会えたら会いましょう同じサーバーにいるってのは心強いですね。ありがてえ。さあ頑張るか。こんにちは。お、レアステーキゲームズさん、どうもこんにちは。アークサバイバルやっています。実は私もレアステーキゲームズさんの動画見ています。生配信中チラッとチラッと実はお邪魔してます。ただ恥ずかしいのでコメントができてませんがすいませんね。実は見てるんです。実は見て、あ、巻き戻しを食らいました。うーん、重いな、イカダがすごい重いぞ。よし、肉焼けたぞーい。さあ、イカダを一気に作るか。あら、ありがとうございます。いえ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 、コメントできたらいいんですけどね、難しいのでまたいつかコメントいたします。はい、なんかキブル工場の話をなんかされてたような。キブル工場でしたっけ、キブルショップやったかな。そうそうそう、その辺をちらっと見てました。肉を食う。よし、さてさてさて、これで一気に序盤はいいかな。いやー嬉しいね、これ。素材があると、素材があると何でもできる。いくぞー。まあ最初はちょっと小さいけどもやな、ちょっとぐらい、ちょっと、なんかいびつやけど、まあ、レアステーキすごい人かな。序盤序盤、誰がすごいかどうかもう全くわかんないです。私初心者なので、あ、間違えたちょ解体して半分もらうか。やっちゃった、やっちゃったぜ。だいたい私の動画に来る人みんなすごい人ばっかりな気がするね。私すごくないからね。強くなりたい。ただのお肉ですよ。新 Mac PS4 と Xbox は延期やってね。あれ11月16でしたっけ、なんか見た、どっかで見たような気がするね、その情報。実に悲しい。ちょっと削るか。なんか重いな、また私飛ばされる。ん、なんかいびつすぎねまあいいわ、後でやるわとりあえず形さえ整えばいいかな。やばいやばい、最初にしてグダグダというね。まあいいんじゃないかな、まあ、この辺は作るからいいとして、とりあえず2段にしといてと。ん、 OK。 この下も石にしたり木にしたりせなあかんね。藁やったらすぐ潰れるし、とりあえずだな。これ何しようとしてたっけ、イカダ作っての。あ、そうかそうかそうか、あー戻されるかな、これ。さっきから巻き戻しをよう食らってんだが、へい、巻き戻し。いやー延期か、延期か、まあいいんですけども、延期するやったらしっかりあれね、あのサーバー強化とかそこら辺をしていただければ嬉しいですね。なんかやたらサーバーによってはロールバックくるんですけども、せっかく頑張って作ったのに巻き戻しされる、とても辛いことですわ。とても辛いね、とても悲しい。そして私はそこの資材を取りに行く。やっぱり序盤はこれだね、やっぱこれだね。ロッテのトッ、ん、ロッテのトッポーやね、トッポー。オッケーだよ、オッケー。まずはこれだね、よいしょ。まずは物資あさりだ。
ほいほいほい。オッケー、長槍ゲット、金属の斧ゲット。まずはこれだね、シリカ真珠。まずはこれだね。オッケー、弓来い。うん、弓本当に来た。クロスボウが欲しかったけど弓ゲット。うん、いいんじゃないかな。あとはまた秘密立てはまたアイテム手に入るし、長槍ゲットできたのでかいね。よし、徐々に私を力を取り戻す旅です。よし、次クロスボウが欲しいな。じゃあない、行きたくない場所行くか。行きまーす。おっとおっと、オッケー。そう、ここにやってきたんだね、沈没船だ。これちょっと難しいな。行くとしたらあっちだね。ルパンルパン。まずはあそこの木箱をゲットする。ちょっと待ってな、一旦一番上まで行ってやね。はい、行きます。レッツゴー。また巻き戻しが高いっしょ。とりあえずあそこの木材をゲットするだろう。ドゥドゥドゥ。弓とか、うん、ほんまに弓だ。クロスボウなんだ、欲しいのは。弓じゃねえ、クロスボウ。ほい、ああ、何もない。クソ、もう引き上げるか。さ、また日にちたってからのお楽しみだね。次の木箱ガチャ。序盤はとてもいいよね、これ。木箱ガチャ。わあ、また巻き下ろしくなった。ちょっと辛い辛い、やめてくれ。これはやめてくれ、やめてくれ。おお、巻き戻し。おお、なんや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 。戻ったり進んだり。時をかける少女ってか。うう、よし、戻ってきた。ああ、死ぬ死ぬ。あぶねあぶね。酸素ゲージ回復してんから、これまた巻き戻し食らうかな。ああ。やっぱラグナロクは基本的に重いかな。ここで止めるか。動かん動かん動かん。おい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 、酸素ゲージなくなったぞ。あおい、死ぬ。殺しにかかってるぞ。やべやべ、運営が殺しにかかってる。助けて、死ぬ死ぬ。意味がわからん、意味がわからん。おい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 、もう俺浮いてるはずなんだが。いやいやいや、理解できん、理解不能なんだが。急げー。よし、オッケー。なんかおかしいな、どうなってやがる。一体全体どうなってやがる。三角連打してるんですけどね、まずいな。なんかおかしいな、これは。まさかサーバーが落とされるか、俺が落とされるか、どっちかかな。だって問いが止まってんもんね。あ、動き始めた。なんで俺離れんねん。こういうね、こういうのじゃなくてサーバーを強化してほしいね。よし、サーバーの強化だったり、なんだったり、いろんな建築物とかあるとしゃあないよね。あとはラグナロクは結構広いからしゃあないよねっていう話なんだよね。とりあえず行くか。では戻ろう。とりあえず長槍ゲットできたんでかいね。あと弓はまあまあまあいいんじゃないかな。よし、とりあえずだね。ラグナロクの足がかりを今作ってますので、徐々に領土を広げる。んで8倍キャンペーンがあるのかな。8倍か、チャリティーイベントがあるので、そこで一気に取れる素材とかあるので、一気に素材を取る。でアイテムを回収で、一気に建築素材広げて、あとテームも一気にできるのかな。で、今までテームしてない恐竜の分もテームしていく。うん、完璧完璧だね。さあ、そして私はここの鉄を取りに来る。この黄金パターン、あそこの木箱を漁る。んで取れるもの取ったら一気に、ちょっと名古屋大師さんにもらったので楽できます。こうやって金属を取る、そして木箱に突っ込む。これがまさに黄金パターン。二倍デーがいいんだけどね。本来今日は二倍デーなんですけどね。まあ、いいんですけどね。とりあえず、序盤はここら辺の鉄がとてもありがたいね。そして、二倍じゃなくても、まあ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 、近いからいいけど。
よし、 OK。 さあ回収したので帰りましょう。 Do exceed なんとかかんとかなんとかなんとかスリープロングなんとか読めません。私読めません。本部こっちか。ロールロール、あーロールバックってことかな。巻き戻される、やめろみたいな。巻き戻し食らってます。悲しいよね。せっかく作ったものがロールバックによって引き戻されて戻されるっていうね。この木箱の位置ね、ちょっと考えた方がええな邪魔だな。まあいっか、今はとりあえず置いておこう。とりあえずね、今んとこは体裁はどうでもいいとして、一気に領土を広げて。 I will go for meet run。 私はだろう行く方。あ、何言ってんだ何言ってんだ、わかんねえわかんねえ。とりあえずこっちにあれをしておこうかな。本部はそこの方。おや同じか。おや、ロールバック皆さん食らってるってことですかね。いやー参ったなー、ロールバックマジですか。サーバーが全体的に重たいってことかな。辛いねー辛いねー重たいねー。よし、机を作りたい。作業台一紙はいいとして、作業台はみんな重たいってことだね。石と繊維で一気にできるね。よし、一気に石と繊維か。みんな重たいんですね。このサーバーが重たいのかもしれないのかな。大丈夫かな、大丈夫でしょうか、大丈夫でしょうか。さあ、これ何をしようとしたか忘れました。繊維やったかな。ちょっとあまりにここ重かったらまたアイランド編に戻りましょう。アイランド編って何やろ。アイランドに帰りましょう。アイランドに帰ります。実家に帰らせていただきます。実家に帰ります。よしよしよし。で、あとは石の部分だね。いやー、この場所、この土地空いててくれてよかったわ、ほんまに。やりやすい。そして前やってた場所はあれやね、あそこでは領土拡張してなかったから一気に嵐をされたかもしれんが、今回はそういうわけにはいかんぞ。やってやろうじゃないの。石と石やね、石125個。石、ああ炭素に入れたな、それは炭素に入れたので。どうでしょうね、みんなロール食らってるんだね。私だけじゃな。おびっくりした、焦る焦る焦ったで、ね、今これ名古屋大地さんかな。どっか、どこ行くんやろ。びっくりした今、なんかワイバーンが、ワイバーン以前なんか大きいものが通り過ぎたみたいな。焦った。ロールオッケー。ロール食らってんのかね、みんな。お、名古屋大地さんが走ってる走ってる走る走る俺たち、あはははははは、はあ、石思い。へい、名古屋大地さん、なんで裸なんだいなんで裸なんだい。あれ、石は、俺の石が、おー、石がなくなった。あれ、名古屋大地さんじゃないやん。誰だ、ハロハロー。え、誰え、誰ハロハロー。誰ですか。まあ、こんにちはだね。こういう時はしっかり挨拶。へい、こんにちは。焦った。え、通りすがりやからあれなのかな。あ、人がいる。こんにちは、みたいな。こんにちは。こんにちはだね。ナイスとミーチュー。ナイスとミーチュー。はい、できた。時代を一気に進める。別の人かーい。これ、名古屋大地さん来たと思ったら。なんなんやろ、みんなここら辺通らはんのかな。結構、あれ、さっきでも名古屋大地さん、赤いワイバーンの人も、あれ、フレンドさんかな。お、グッドボタンプッシュ、サンキュー。マジ嬉しい。どうなんでしょうね。この辺みんな、来はるんかな。よくわからんが。よし、オッケー。どっか行かんと。怖いなあ。この辺で作っとくか。いや、イカダ突っ込まれる心配なかったらこっちでもいいね、もう。こう置いて作業台置きたいな。この辺に置きたい。ああ、作れる。鉄を焼こう。なんや、プテラ。絵文字押す。絵文字押す。
おっ、すほすほ、いい男、いただただだ。ブラックロール、あのワイは何してんにゃ。あれで木取ってんのか、もしくは俺が取れへんようにしてんのか。もう俺疑心暗鬼なんだがな、怖いわ。あれ何してんにゃろ、怖いわ。まあ別にどうでもいいんだがね、今は。キリになったね。ああ、もしかして俺が拠点作れるようにしてくれてんのかな。その可能性が。土地を鳴らしてくれてんのかね。お、来た来た。へえ、センキュー。かもしれんな、もしかしたら。よくわからんが。嵐をされると。前みたいな嵐はないと思います。それやったら安心だね。もう俺、おお、めっちゃくれる。めっちゃくれるやけど。マジで。マジ。おお。マジか、いや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 、センキュー、マジ神か、めっちゃ丸。ちょっと待って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 、拾え拾え拾えね、待って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 くれた。いや嬉しいね、これはマジセンキュー、マジセンキュー。もうこれはこれはあれだね、ありがとうございますだね、ありがとうございます、ありがとうございますだ。俺もコメント打てるんだぜ、これで。ありがとうございます。マジ嬉しいね、マジ感謝の極み。 OK、 いやマジサンクスだね。コメント打つのめんどくさいが、コメントというか、いや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 、こんなこんな嬉しいな、この人の優しさに触れる、嬉しいね。久々だわこんな気持ちは。よし、前みたいなすさんだ嵐を見てしまったせいだね、ふふふふ。感謝の極みです。マジ感謝ですね。感謝の極みです。あやさん、よかったですね。カブトムシさん、おっと、中田さん、どうも。感謝の極みです。もう極みやね。嬉しいですわ。感謝の極みです。嬉しいね。いや、実に嬉しいね。そして真っ暗になって夜だね。夜が来た。ちょっと暖房暑いね。消すか。いやー、嬉しいね。こういう人の優しさに触れるって。人の優しさに触れるゲームですね。いや、嬉しい。めっちゃ素材が取れた。ポンポンポンって。生肉も取れるって。かまだー、嬉しい。めっちゃ嬉しいんやけど。いや、ありがとう。人の優しさに触れたわ。いえ。超嬉しい。さあ、とりあえず焚き火を作ったので、まずは焚き火を置いてやね。どこに拠点を作っていくか問題やね。拠点が、まあ、なんか変なもん作ったかな。拠点を2個作ってんやけどね。まあいいんだが。とりあえず肉を焼こう。こんだけあると食料もなんとかなるし。気がついてないな。何がだ。気がついてないな。誰だ。誰だ。誰ですか。まさか。誰だ。私の配信を見てくださっている方が。誰ですか。なんだ。なんだろう。どういうことだ。なんかめっちゃワイバン飛んでる。めっちゃ賑やかなんですけど。どういうことだ。おグッドボタンプッシュセンキュー。おびきスタンプ。プテラが来たんすけど、焦った。誰っすか。誰だ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 。 Who are you? Who are you? おー、めっちゃくれる、ありがてー。めっちゃくれんじゃけど。ちょベルトコンビアみたいに流れてきてる。ありがてー。てか、ワイバンこんな取れんの、わらって。あれで取れるんか。ああ、マジ嬉しい。ちょ、動けねえ、動けねえ。ドライブメンバーに入れたらどうですか。ドライブメンバーに。マジ嬉しいね。ほんまやね。ほんまや、マジ嬉しいです。マジ感謝っすわ。いや、嬉しいね、これは。助かります。人の優しさに触れ、あれ俺なんか剣持ってんやけど、いつの間に日本刀。あ、嬉しいね。ロール。
びっくりした焦った焦った。あ、くれるんや、ありがとうございます。やったー、ありがてー、マジ助かります。いやー、いいね、とても嬉しいわ。腐った肉、嬉しい。腐った肉はナルトベリーで一杯作れるからね。よしよしよし、いやー、マジ嬉しい。なんかあの人は一体誰なんだ、正体不明や、誰だ一体、あの人は一体誰だ。さあ、推理タイムに入ります。推理タイム、私的にはおそらくこの配信を見てる人になるかなと思ってるんですけど、誰でしょうか。ヒントくださいヒントくださいヒントください。誰やろう、どなたでしょうね。もう誰かわかりませんが、俺すごい嬉しいですわ。久々に人の優しさに触れたわ。人の優しさに触れました。とりあえず領土拡張だ。よし、オッケーオッケー。おー。この ID の人見たことないな。ここで ID で下の方なのかな。あー、めっちゃありがてえ。ありがてえ。レアステーキさんかな、嬉しい、マジ嬉しい。レアステーキさんですか、どうなんでしょうね。どうなんだ、見てる人全員がそうなんかな、どうなんでしょうね。誰だ、一体誰なのだ、誰なのだ誰でしょう。私は嬉しいです、こんなに、こんな、うむ、あ、マジっすか。レアステーキさん助かります。レアステーキさんの ID ですか、 ありがてえ。あ、固まった、マジ助かりました。レアステーキさん、このサーバーにいらっしゃるんですかね。じゃあ、この503サーバーとてもいいサーバーですね。ちょっと私はのんびり過ごしましょう、このサーバーで。ありがてえ。あ、動かない、あれ、あれ、ビリ、マジ嬉しいぜ、ありがとうございます。いやー、こんなに優しくしていただけるとは。そして固まるね。見てください、この藁の家、豚小屋ちゃんは、あれあれあれ思い出すわ。3匹の小豚だね、豚小屋って人の自分の作った建築物をけなすというね。え、なになに、え、道路がどうかと思うなんだ今のは。やべ、なんか重いぞ。あれ、建築作ってるせいか。ああ、ロールバックか。あ、開かん。これはまさにロールバックか。よし、開いた。なぜか木箱は、そしてまだ木箱、中身が見えません。人の優しさに触れる RPG だね。動きません。いずれは私もワイバーンちゃんが欲しいね。ワイバーンの卵を取って、でどうするんだって話だけど。やばいな、固まったんですが。ロールバックです。ロールバックでない、うん、あ、おお、今開くんかい今開くんかい。入った、重いなぁ。イエーイ、木材だ、木材はいっぱいあるぜ。また開かまた開かない。スーパーラグ、スーパー、やっぱラグいんだね。なるほど、みんなラグいって言ってる。俺の問題かと思ったら、私じゃないんだ、私だけではなかった。よーし、とりあえず金属も今焼けてるわけだ。よし、ちょっとずつ領土も広がってきてるわけだし、なんかいびつな建築物になりつつある。とりあえずここまで広げられたら嬉しいね。ここを私の本部、本部あっちでもいいんやけどね。本部をどっちにするかでちょっと迷うね。まあ、どっちも本部でいいんじゃねと思いつつだね。
よーし。さあ、夜が来ました。ここ一応仮の拠点でもいいんじゃないかなと思ってんですけどね。こっち仮でいいんじゃね？まあまあまあ、ある程度。どうだろうね。なんか迷路みたいな家になってきてるけど。よし。あ、重いな。スーパーラグ。焚き火が持てへん。よし、オッケー。一気に明日の2倍でこの辺の建築を一気に進めさせたらいいと思うんだけども。で、いいかな。で、ここに仮の拠点作って、あっちを本部にするか。あっちの方がなぜか建築広がりつつあるので、こっち本部でいいんじゃね？人が倒れてる。こっち本部でいい気がしてきたね。びっくりした。お？おうおうおう、びっくりした。プレイヤースターエキさん。ああ、ありがてえ。それはありがてえ。びっくりした。やったー、亀だ。マジ助かります。マジ神ですね。ラプトルだラプトル、こいつや、俺を殺したラプトルだ。ありがてえ。助かった。この辺もほぼじゃあ安全圏だね。肉焼いてるから。肉回収しつつだね。ありがてえ。マジ感謝の極みですね、これ。よし、ありがとうございます。ほんま嬉しいですわ。あの嵐をされてから、幾数年、数年も経ってねえな。何週間も、あれは許せんね。あのトライブたちは許せんぞ。あれ多分中国のメンバーが集まった人だかもしれんね。仕返しはもうできひんな、あれは。まあ、しゃあない。あのサーバーは捨てよう。俺のディフィロサウルスじゃないわ。パラサウルスか？レベル100ナンバーも見殺しするしかないな。ちょっとかわいそうだわ。はぁ、ため息しか出ねえわ。だからこっちで、ね、再起はいくらでもかけられるし。よしとしよう。よし、さらに建築だ。よいしょ。さてさて、とりあえずこっちで拠点をどんどん作りつつね。畑も作ったらいいよね。畑千里千里トゥルルトゥルルトゥルル。マクド食べたくなってきたな。よし、マクドナルド。よし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 。ほい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 。ああ、重い。結構重いんかな。まあ、ラグナロク自体重いからしゃあないよね。それはしゃあない。固まりました。動いたかな？よし。よし。しばしお待ちを。パソコンいじってたもんでね。よーし。あ、また固まるかな。とりあえずね、ここの木箱がちょっと邪魔だな。奥にやりてえ。奥にやりてえな。まあ、木箱ぐらいやったらすぐね、解体して建築したらあっという間にできるやろうけど。解体するか。もったいないな。つまらぬものを切ってしまった状態な。ちょっと見とこうか。ただロールバック戻ったらバシャンバシャンってなるよね。なるかな。こっちやられるの俺側。まさかの俺。いや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 、やられるの俺とか聞いてねえわ。帰ってきてやるぞ。はい、戻ります。ひどい話だよね。なんなん、木箱の恨みかよ。俺も落ちた。マジっすか。全員落ちたか。じゃあこれですと。あーちゃー、あーちゃー。こういうこともあるんですね。
やばいな。復活すぐできぬか。すぐできなさそうですね。とりあえず一回アイランド戻りましょう。サーバー行ったかも。サーバー行っちゃいましたか。マジっすか。いやー、もうここに集まってる人らの人徳で、サーバーが、もうあれやね。何言ってんだ俺。何言って。一瞬アイランド帰りますわ。一瞬アイランド帰って、ログインして、でまた戻りますか。で、いいかな。で、いいかな。サーバーが行っちゃったか。円環の里に。仕方ないな。仕方ないね。なんてこった。サーバーが行っちゃいましたか。帰ってきてくれ、サーバー。悟空、早く帰ってきてくれ。俺、言いながらアイランド帰ってるけどね。言うてアイランドに戻る。アイランド行ったり来たりしてるからね。というか、チャンスじゃね、アイランド戻ってきたら。よし。我が霊獣を持って命じるみたい。よし、レックス一匹、あっち連れてくか。アイランド編でね、恐竜をチェームってない、テームしてて。あ、こっちも重いぞ、なんか知らんけど。うんこがいっぱい落ちてるで。おう、なんでこんなとこに。一体何が起こったというんだ。あれあれ、クレーター落ちてけんかな。クレーターじゃねえわ、クレートか。恐竜を輸送したんやけどね、輸送したいんですけども、そんな簡単に落ちてこないね。あ、ちなみにいなくなったワイバーンちゃんはね、ちゃんと戻りましたね。ご安心ください、ご安心ください。ここみんないろんなトライブの人が集まってできた拠点ですね。うん、というか落ちてけへんな。まあログインだけやったらまた戻るか。ちょっと恐竜輸送計画も始めよう。でもこのアイランドは決して捨てるつもりやないね。2日に1回はログインしてでいいかな。で、完璧に地盤が固まってから引っ越してもいいし、そこはまあおいおいだね。さて戻ろう。そんな感じでございます。サザエでございます。いや、アイランド編もアイランド編ちゃうわ、ラグナロク編もちょっとこれは楽しくなってきたね。皆様の協力で地盤が固まりつつある。強いね、地盤が固まるともう何でもできるね。ラグナロクは鉄も近い、なんだ、鉄も近い、原油も近い、あと何が近いんだ、真珠も近いしね、何でもできるで、何でもできる。いけねえ。なんだって、なんだって、俺行っちゃうけど、行けるかな。いけて、私行っちゃいますよ。行けて行けて行けて行けねえ。俺行くぞ先に。お、行けましたか。私も行く、今行くよ。帰ってきたよ、ただいま。あ、ちょっと待って、ここはアイランド、アイランド。ごめん、間違えた。間違えました。恥ずかしいな。ここはラグナロクじゃありません、アイランドです。サーバー変えてねえわ。その戻る先はアイランドだな。ラグナロク、マジウケる。全然違うしな。すまんすまん。すいませんね。今から帰りますね。ラグナロク503。よし。さあ、戻ってきたぞ。我が輩が戻ってきた。さあ、行こう。トゥルトゥトゥー。よし。よし、入れる？入れるよな。俺も行くぞ、ジャジャー。まだかな。帰ってきたよ、諸君。ん？どうなってんだ？何が一体どうなってる？あれ？
お、なんで俺疲れてんだ、一体どうなってる、何がどうなってる、意味がわからん。え、スタミナないの俺。うん、理解に苦しむな、俺一体どうなってたんだ。まあいいわ。アイランド編でなんかな、恐竜連れてこれたらいいけど、まあまあおいおいでいいんじゃね。アイランド編か。一回この辺でベッド作って、わっとまた戻った。ちょっとロールバック多いかこれ。あとはちょっとあれ見ていこうか。ちょっとこれ見とこうか。60か、間に合うかな。なんか恐竜連れてこれたら連れてきてもいいんじゃねえと思ってるんですが、まあいっか、最初からやってもいいしね。そこまで固執せんでもいいし、むしろあの緑の中に何が入ってるか私気になります。おっと、これは再現、俺に畑をしろっていうあれだな。いらんもんだけ一個残しておこうか。何がいらんかな。よし、オッケー。再現か。よしよし。再現するつもりだったからね。ちょうどいいんだよね、これで。ちょうどよし。ちょうどよし。can't move, cannot move。動くことができない。動くことができない。了解。了。とりあえず。俺もなんかやたらロールバックって、もどき食らうな。小さいロールバックもどき。このまま、あれや、淡水来てたか。散るがよい。ごめんな。このタンスだけ死なない。どうすっかな。よし、オッケー。オッケー。よし、オッケー。とりあえずこの辺に置いとくか。なぜ私はね、こっち側に、こっち側に物置きたいね、正直。で、物置きたくないかというと、あれなんですよね。あの、知ってる人は知ってるけどね、あの、イカダで突っ込まれた経験があるんですわ。ね、ひどい人がね、私の拠点にイカダで突っ込んでくるんですよ。もう何もできん、恐竜も囚われたしね、イカダに。もう意味がわからん。まるで意味がわかりません。そんな嵐を食らってからも大変だったわ。あれ開かんやけど。あれ俺これもつ、あ、そういうことね。ういういうい。ういうい。これなんだ。木炭か。もう何でも突っ込んどくか。これ嬉しいね。麻酔薬セット。これ明日使おう。ありがとうございます。これも明日使うぞ。そんでだな。菜園グッズを手に入れたから。菜園のやり方どうやったっけな。わわ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 わ。完成までが大変じゃね。できた？よし。この辺にあえて水中に設置、あ、水中に初見です。水中に置くつもりや。お、ヒーローサイタさんお帰りやす。お帰り。初見詐欺。会うたびに、来るたびに初見詐欺。戻りました。お帰りやす。アークやってるよ。 PVE ですか。これよくわからんやけど、お、どうも、キジュウさん、どうも、PVE、うん、PVE でございます。うん、PVE だね。いらっしゃいませ。お、レアステーキさん帰ってきやったかな、あれ。すげえ、雷や、イカズチよ、みたいな。かっこいい。俺もワイバン欲しい。いつか捕まえに行かねば。卵やね。卵。育てたこともないからね。
入らへんねんけど。入った入った入った。よしおいでおいで。入った入った。よしオッケー。よしオッケー。釣り場釣りこぎ完成。あっちに置くかな。正直悩んでんだね。本部をどこに置こうか。本部本部、正直拠点2つ増やす必要性もないんだけどね。こっちもあれかな。おお、こっちもあれかな。いろいろ悩んでるんですよ。悩める私がら。ここを恐竜のあれ置いてもいいよね。ちょっと遠いけども。ありがとう、ありがとうございます。まさに神ですね。ありがてえ。なんでそこまで優しくしてくださるの。助かる。なんか出てきた。収納ボックスまで。ありがてえ。マジ助かるわ。ありがとうございます。いや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 、そんな優しくしてくださるともう吠えちゃうよ。ありがとうございます。すんませんね。なんかありがてえ。返せるもんが何もないんだが。ありがてえ。ありがとうございます。めっちゃいた。おお、びっくりした。めっちゃ増えてんやけど。ありがてえ。うわ、ありがてえ。わらがいっぱい。わらってありがたいよね、これ。一気になんか作れるね。ありがとう。ありがとうございます。人の優しさに増えたね。あ、間違えた。大初見です。大初見です。お、芸人さんいらっしゃいませ。大初見、大初見ってなんだ。いらっしゃいませ。大いに歓迎するみたいな。どうも、いらっしゃいませ。アークサバイバルやっております。初見の人いらっしゃいませ。もうね、アークサバイバルやっております。知ってる人は知ってるゲームですね。知らない人は覚えてね。はい、私若干ラグいのかな。重い重い。そう、人の優しさに触れたゲーム。グリフォンを罠に入れるのに2時間かかった初見です。よろしくお願いします。グリフォン罠に入れるの。グリフォンってちょっと難しくないですか、入れるの。やったことないけど。やったことないけど。そうなんや、大変だね。そうか。どうぞ、いらっしゃい。さて、せっかくもらった炭素をね、どんどん置きまくっていいと思うんだよね。すり鉢吸い込みも作ったし、この辺に置いておこうか。一気に、一気に拠点拡張計画。いやいや、ありがたいね。こんなに優しくしてくださると。人の優しさに触れた。あれだね。あれ。またあれ食らってるかもしれない。チャットの打ち方忘れたけど俺。あれ、どうやったっけ。え、チャットの打ち方忘れた。ん、こうだわ。あれ、どうやったっけ。え、あ、こうだわ。人の優しさに触れましたね。アークってあれやね、どっちかやね。人に優しさに触れるか。ありがてえで、ほんまやね。ゲーニッツさん、それは本当ですか。わらわら。大変だね。2時間はちょっと大変だね。俺も時間かかっちゃいそうだな。俺なんて1時間マンモステイムしてすぐ10分で死んだんやけど。だいぶショックやった。あの配信見てた人いんのかな、ここに。あれは落ち込んだね。しかもワイマンどっかに行けるし、結構落ち込んでました。名古屋大地さん、本当なんです。本当なんです。マジ大変だね。大変だわ。はい、わらがい、ありがとうございます。よかったです。やった、ほんまによかったです。ありがとうございます。わー、わらがいっぱいだ。もうわらの家が作り込んだやで。そっちって思うかもしれんが、そっちなんだよね、今は。とりあえず、領土拡張する。んで、うんで、あれだな。ほんで、ほんで。あいつ旋回するわ、他の。恐竜にすぐ浮気するわ、で、コントローラー窓から投げそうでした。グリフォンってなんか難しいよね。あいつ、テイムしようとしたらすぐ逃げるよね。俺と同じ経験してる、わらわら。あらまあ。やっぱグリフォンって大変なんすね。グリフォンか。俺もテイムしようとしたらすぐ逃げはんね、あれ。なんなんやろ。なんなのあれ、なんなのあれ、マジわかんない。ピヨピヨ。よし、とりあえずだな、バラの家いっぱい作ろう。
いっぱいも作れへんわ。明日のイベントだね、建築系一気に。もういいやって思って諦めたら、後ろ振り返ったら勝手に入ってました。諦めた瞬間、その時みたいな。なんやろうね、気まぐれかな、グリフィンちゃんの。ようわからんね、そこのとこが。ね、よかったですね。でもグリフィンちゃん仲間にするか、いつかね。とりあえずね、まずラグナドクで足がかりを作ろう。いやー、このサーバー来てよかった。このサーバー前来たらなんかね、人いた気がするんですけども。人というか、なんというか。結構建築あって、無理やった気がしたんですけど、まあ、ここ以上はいいかな。ここら辺に一気につなげて、一個の家にして、それからまた広げていってでいいかな、とりあえずは。っていう感じで行こうと思います。はい、丸連打してますが、あ、OK、動いた。アークのスープ飲む音好きです、お父さん。アークのスープ飲む音。スープって ありましたっけ、これ。あんの。水の飲む音と一緒なのかな。こういう音なのかな。あ、飲めへん。今飲んだから。お父さん。そうなんですか？マジっすか。スープを飲む音で聞いたことね。スープってあんの？水飲む音と一緒なのかな。ごく、ごく。くぅ。お酒がうまいみたいな。喉越しだね。お水とはまたちょっと違うんです。え、マジっすか。聞いてみたいね、それは。聞いてみたいね。喉越し生みたいな。お酒飲めないけどね、私。子供だってうまいんだもん。飲んだら、こういっちゃうよ。グリフィンは、プテラの方が入れやすいと学びました。プテラの方が、あ、そうなんや。プテラの方が入れやすい。鍋を作って、そこにいろいろ入れて、コトコト煮込んで作ります。ほうほう、プテラで、なんか、誘導するのかな。なるほど。大変そうやね、グリフィン。グルホン。言えてねえわ。鍋を作って、そこに、おー、なるほど。魔女か。魔女みたいだね。寝れば寝るほど、うまくなる。寝って寝るね、寝る寝る寝るね。そんな CM でしたっけ？年代バレちゃうわ、下手したら。よーし、とりあえずだね。ナルコベリーと腐った肉もね、いただきましたので、とりあえず、ナルコベリーとそれを混ぜましょう。トゥ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 。寝る寝る寝るね、クソまずかったです。寝る寝るね、なんかあまり味、なんかいい思い出なかったな、寝る寝る。なんか、そうやね、おっしゃってる通りに。ね。そうそう、芸術さんのおっしゃる通りに。美味しくなかったな。美味しくなかった。なんか作って食べる系はあまり美味しくないかな。美味しいのもあるっちゃあるやろうけども、なんか合わへんね。美味しいのあるんでしょうけど。巡り合ったことがないね。よし、とりあえず素材をこう。あの日、あの時、あの時。遊べるお菓子って甘すぎますよね、わら。なんか甘いよね。多分子供的にはいいのかな。いや、でも子供時代に食べてあの味やからな。そうですね。どうなんだろうね。そうですね。そうですね。そんな感じですよね。そんな感じですか。グリフォン使わなあかんのか。違う、プテラか。プテラで誘導せなあかんのか。プテラってあまり俺使ったことないな。使うとしたら、あの子やからね。忘れた名前が。アルゲンちゃん。アルゲンダイス。アルゲンダイス。このサーバーには多分嵐の人は来ないと俺は思ってるんだが。だがな、わからんね。ああいう人はどっからか湧いてくるよね。プテラのクルンって回るの好きです、お父さん。プテラのクルンって。旋回ですか。旋回か。プテラ久々にテイムしてもいいよね。お父さんって聞くと、どうしてもソフトバンクのあのお父さんが出てくるんやけど。前にはまだ早い。早いですか、お父さん。お父さん。よげ。壁を作っていくべきかな。壁はまた次回でいいかな。壁をこの辺作って、もう壁に移行するか、そろそろ。ここはバイキングベイですか。確かバイキングベイですね。確か。あの骨がバイキングベイの証です。あの骨がバイキングベイの証ってのも変な話ですが、ここはバイキングベイです。バイキングベイ。わら。バイキングベイ。イエーイ。マジウケる。わらわら。あいつは絶対来させんからな。あの、あいつらっていうのはトライブ・オブ・ジンで。あいつは絶対許さんから。絶対許さんぞ。この辺に来て一気拠点拡張してったからな。あいつらが絶対寄せつけられへんような考えなからな。
そういう嵐がいるんですよ、お父さん。あーに松竹の芸人さんみたいな話し方ですね。わら、面白いです。わら。そんな話し方なってるかな。マジですか、俺。やべえ。やべえ、お笑いタレントに移行しなきゃ。ウケるマジか。意識したことなかったが。そうなんかな。お笑いだと、お笑いの世界って多分厳しいと思うね。大変だね、あの世界は。ね。そう私は思うんですよ。とりあえずどんどん建築をしていこう。さあ、ここで宣伝をしよう。もしよかったら皆さん、チャンネル登録、プッシュボタン等していただけると私は嬉しいです。以上です。たまに宣伝入れていくボタン。今日は初めてやったかな。わぁ、わら。ブハハハ。なはは。浜ちゃんの笑い方が私好きですわ。なはは。それちゃいますやん。それちゃいますやん。なんやろね。誰かのモノマネの笑いを真似しよう思ったけども、できませんね。なかなか意識して覚えとかんとあかんね、そこら辺は。まあ、今後の課題ですね。ちなみに私は、真似、モノマネ誰が好きやろね。ハリー・ポッターのヴォルデモートとかやってみる時もあるね。ハリー・ポッター。違うな。こんな感じじゃない。こんな感じではない。違う違う。こんな感じではなかったね。違う違う、そうじゃない。Oh yeah! Hey DJ! かませ Yeah yeah yeah! 気分上々上上ヒッポーヒッポー Yeah! こんな時代あ、まあいいや。この時代たまによくわからんテンションでお送りいたします。ご覧のスポンサーでお送りします。タン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 。とりあえずすごいね、ナインピーポーの人見てくださってるね。ありがとうございます。ナインピーポーウォッチングゲーム、センキュー。嬉しいね、私嬉しいよ。いや、壁作るのは簡単だね。はい、できたよ。ほら、もうできたで、家家と言い張るけど、できたよ。家見てくれ、家ができたよ。焚き火が真ん中にあるってのも不思議な話だけど。あ、開かへんわ。さあ、とりあえず建築はできたんで、まあ、こんな感じでいいんじゃないか、建築は。肉を食う。肉を食す。正直、原油も近くにあるしね、ここで暮らしていくには、とても過ごしやすい場所ですわ。ただ、あのトライボー人類が俺の邪魔をしたから、一気に、天下が遠のいたわ。天下って、徳川家康か。とりあえず、肉を入れるだろ。もう肉腐る直前か。こんばんは。ワイバントラップの場所を譲っていただけないでしょうか。ワイバントラップの場所ってあんの？ワイバントラップってなんだ？そんなのあるんだね。俺の知らないことばっかり。ワイバンすら捕まえたことないわ。ないわ。この辺ね、もう建築に関しては石の建築にいずれ移行したいな。木にしてから。さっき木かな？木やって石かな？よし、脱出だ。射出、脱出。いやーいいねー、この辺の土地が一気に我々の共有財産になるわけやな。あの人類め、あのトライブ許さんぞ。あ、このサーバーにはいないので嬉しいでさ。ここは誰の拠点ですか。おかしいなぁ、ん、おかしいなぁ。俺のなんかね、このサーバーやったか来た時にいっぱい建築があったはずなんですよ。なぜか建築一気に消えてんだけどね。ね。え、なんかいる。え、なになになに、なんかいる、なんかいる。あれは、アルゲンダイス、紫色のアルゲン、初めて見たわ。キャー、かわいい。キャー、サインして。裏声無理でしたけど。すげえすげえ。あれは、あれちゃうの？アルゲンダイスじゃね？かっこいいね。すげえ、紫色のアルゲンダイスやん。ちょっと待って、俺、えらい、巻き戻し食らうんやけど。これマリオ64で見たわよ、一回。マリオ64でこういうとこあったよ、ギミック。すげえすげえ、アルゲンダイスや。ハロハロー。ハロー。ハロハロー。おう。おう。おう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 。
これはあれかな、あれこれレアステーキさんの、あれレアステーキさん、うん、お、あれレアステーキさんの ID ってこんな感じでしょ。ああくれる、何かくれる、なんだありがてえ、そんなわざわざ、そんなわざわざ、いいの、もらっていいのかな、もらっていいのかしら、うえいいのこんなに、嬉しい、ありがとう、モテない1213、いやマジ嬉しいわ、いや嬉しいわ、もうモテないぐらいの嬉しさやな、これはやべえ、動けねえ、あすげえな、これは嬉しい、やべえやべえ、ありがとうございます、あれ消えた、ありがとう、これはもうチャットで言うしかないわ、ありがとうございます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 、マジ嬉しいですね、あれはレアステーキさんやったのかな、 ID がなんか違ったような気がしたんだが、なんでしょう、皆さんどこに拠点作ってはんやろね、俺動けねえんだがあここに入れたらいいやん、マジわし賢い、とりあえずキーが重いのかな、とりあえずキーをちょこちょこ入れて、キーを入れて、キーを入れて、これは一気に、一気に金属トラップ、金属トラップ、すごいね、なんか交渉してはるで、みんなすごいな、俺動けへんやけど、動けません、た多分レアステーキさんとかあっちに拠点あんのかな、見てるとこっちやから、え、こっちなんかある、こっちってあれ、なんか地図がおかしいような、まあいいか、というか動けねえんですが、私動けません、一定時間で消失か、とりあえず全部あずもらうか、重いよ重いよ父さん、重いよ、持てねえ持てねえ、待ってくれ待ってくれ、木箱が重い、父さん重たくて持てねえ持てねえよ、待ってくれ、俺に時間をくれ、とりあえずだ、木箱作って、とりあえずバラを落ち着けよ、俺よしよしよし、いいぞいいぞ、でだ、食べちゃうんだ、食べちゃうね、よし食うぞ、食えねえよ食えねえよ落ち着け俺、とりあえず一旦ここに置こう、なんて賢い、なんて賢いんだ俺は、ここに収納ボックス入れるだろ、あ届く、あ届かんわ、のー、とりあえず落ち着け、落ち着け、まだまだまだ時間ある、まだ時間ある、いけー、急げ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 、ほら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 、いただいたアイテムをなくすわけにはいかん、急げ俺、とりあえず収納ボックス作れ、オッケー、作ったぜ名古屋大地さん、作ったぜ、急げ急げ、あと1分急げ、あと1分や、よーし、やったー間に合ったー、ここはティラノとかは来ないんでしたっけ、ね、なんか最初に来た時はなんかあのメガロサウルスでしたっけ、メガロサウルスがいてラプトルがいて、すごい肉食、肉肉しい感じでしたけどね、名古屋大地さんが来て、レアステーキさんが来て追っ払ってくれました、とてもありがたい、住みやすいね、もう住みやすいね、そうそう、そんな時ありました、いやーマジ助かる、ありがとうございます、いやいやいや、これでもう時代が進みますわ、メガロ今のここわら、いやメガロいたんすよ、なんかおい丸飲みされたけど、ま、丸飲みされた、そうそうそう、で俺の死体の上に眠ってたけど名古屋大師さんが一撃で粉砕しました、粉砕玉砕大喝采、イエース、洞窟あるんでしたっけ、え洞窟あんのこの辺、えあんのここ、俺知らんねんかこの辺の洞窟、どっから来たんだわら、いやわかんないっすよ、なんかいつもいんねんか、意味がわからへん、マジわかんない、マジ意味わかんない、マジイルミナティー、とりあえずだね、まあ、たまにテンション上がりますがお許しください。OK。
ちなみに関さんは大好きですね。はい。はい。海の中には洞窟あるけど。ああ、行ったことないけど、なんか見たな、そういえば洞窟。見た見た。それ見た。それ昨日見た。みたいな。見た見た。ありましたわ、そういえば。そんなのもあったな。よし、ここをウォールマリアとする。よし、仕込んで OK。ウォールマリアね、ここじゃ。よし。ウォールマリアとウォールシーナ、要はこれ区別できない。ウォールマリアは外側で、ウォールシーナ、ウォールローゼ、ウォールローゼ、ウォールマリア、ウォールシーナ。ネタとして拾っていきますね、わら。ネタとして拾、ネタとして拾わなあかんのかもしれんな、俺。そんな習性があるのかもしれんね。悲しい佐賀だね。実に悲しい。実に悲しいね。よし。さ、そんなこんな話してたら、多分鉄が焼けたんかな。わら。泳いできた。あ、俺ね、一回どっかの別世界で泳いできました別世界でね、泳いできた時で初めてこの近くに洞窟あるの初めて見ました。なんかあるって。あそこ行ったことないんでね、行きたんやけどもね、ちょうどあそこの拠点からこっちの拠点に来るときにね、そう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 なんですよね。はい、おかげさまで。また微妙なところに収納ボックス立ってるな。たたずむ収納ボックス。新丸の巨人、わら。進撃の巨人。進撃の巨人ね、面白いよね。今アニメでどこまでやって、アニメどうなったんだあれ。今どこまでやってんだ。一応漫画持ってるんやけどもね、アニメでも見てみたら面白いだろうね。よし、オッケーオッケーオッケー、いっぱいできるよ。これがウォールシーナと仮定しよう。全然貧弱だな。最後の拠点が笑ってどうよ。これがどうよ。お、ウォットのマウさん、どうも。アークサバイブでやっております。これはね、PVE でございます。PVE。実に平和な世界。PVE。ある意味、領土戦争に負けましたけどね、私。はい。領土戦争に負けて、別サバに来た感じで。ですが、ここは人の優しさがあるサーバーですね。嬉しいです。あ、実に嬉しい。さあ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 、藁の家をもう一個、徐々に領土拡張する。こんな感じでいいんじゃねえと思ってんやけど、いいかいいか。で、徐々にこっちに拠点を。ああ、そういうのもいいな。おい、誰と喋ってんや。初見そういうのもいいな。おい、一体誰と喋ってた今。なるほどね。初見さんね、いらっしゃいませ。初見さんいらっしゃいませ。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンプッシュとよろしくお願いします。今の長文読めましたか皆さん。俺読めなかったな。ちょっと見てみよう。あ、やばいやばいやばい。ほう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 。ほうほうほう。なるほどね。いろいろあるね、みんな。ここは建築できんやろ。よし。それで領土拡張はめちゃくちゃした。うん、いやー、いいね。ここに恐竜ハウス作ってもいいよね、将来的に。こっち側もう作れへんのかな。ちょっとやってみるか。できんじゃん。おい、できんじゃん、のび太。よしよしよし。あれ、さっきできんかったねんな。なんで今さら。まあいいや。よし、とりあえずわらを。あー、嬉しいわ。わらがめちゃくちゃある。わらがいっぱい、わらわら。マジ嬉しい。こっから多分できるんだな。オッケー、把握した。よしよし。オッケー。ここら辺も使えるとこ全部使って恐竜ハウスを作ろう。あー、たっぷりやな、構造物とか。よしよし。いいね。以前のサーバーより拠点は、領土はでかくなった。多分、イカダで突っ込まれる恐れもないね。何かテイムするのですか。この世のすべての恐竜をテイムしたいと、まあまあまあ、それはいいとしてね。テイムしたいのはね、アロサウルスとか、アロサウルスそこまで必死になってテイムせんでもいいし、ワイバーンとか、そうだね。あと何テイムしようかな。なんかいろいろテイムしたいね。ラグナルコで足がかりを作りたいのでね。とりあえずレックス系とかをまたね、増やしていけたらいいなぁとは
アイランドだ、アイランドで。全員恐竜引っ越ししてもええぐらいやね。とは考えてますが。うん。そうそう、いろいろ思うことはありますのでね。そうそうそう。でもあのアイランド捨てる気にはなれへんね。みんなで作った拠点ですんで。正直わし何もしてねえんだが。むしろ頑張ってるのはこっちの拠点でしか頑張ってないからね。お恥ずかしい話でございます。とりあえずどんどん領土拡張しよう。ああ、違う、ジャンプじゃない。あ、間違えた、間違えた、間違えた。全然違うことしてた。よしよしよし。まあ、いっか、屋根ぐらい作っといて。イエーイ。イエーイ、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 ホテン、ホテン。やった、マイハウス。マイハウス。いいね。あれ？俺めっちゃ土台作ってんのか。ほん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 。とりあえず後でどんどんね、拡張していってもいいし。とりあえず今はテントなるものをどんどん作っといてもいいんだよね、こういう風に。よしよしよし。で、もう一個この辺に作っとけば、後で、ちょっと柱を置けって話になるんかもしれんけど、まあいいんだけどね。あまり領土拡張しすぎるのもあれやし、まあこれぐらいにしとこうか。で、前回のね、サーバーで思って油断しましたけど、まさかあいつらが俺の邪魔し始めると思わなかった。なんだあれは、イカダで突っ込むとか、マジありえんすぎですわ。よし。いやー、広くなったね。あとはどんどん繋げていけば、明日が本番ですんでね。明日が祭りだ。あ、祭りだ。今日の夜中1時でしたっけ？ああ、なんかいる。赤いワイバン。野生のワイバンやから焦るよね。おいおい、ここはいつからスカイリムになったんだ？ドバキン、ドバキン、ドラドッドッドッド、ドバキン、ドバキン、ダダダダダダダ。あの歌歌いません。よし。さあ、ガチャするか ?2 時15分。一回ガチャってみるか。俺のガチャは何を意味するかわかるかな、みんな。とりあえず、取った素材系統を引っ込むかな。とりあえず、ここら辺に入れといて。さあ、行くか。めっちゃホリデー。わほほ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 。あのレックス、なんだろうね。ふと思ったが。怖いわ。わし怖いわ。うち怖いわ。よし、とりあえず行くか。行くぜ。木箱ガチャの始まり始まり。あ、運転できるんやけど。また重いか。また君か。あれ？なんでこんなとこまで。僕の中に誰かいるの。イカダ乗るときなんかラグくね。壊れた壊れ。はっはっはっは。よし。動けーい。行くぞーい。さあ、出撃だ。さあ、諸君。木箱ガチャの時間だ。木箱ガチャ。ああ、トイレに行きたい。わし、トイレに行きたいな。この辺だったかな。あれ？この辺だったっけ？場所忘れてもらうのかな。あれ？この辺やけども多分復活してない可能性が微存ある。まずいな。よいしょ。ハローエブリバディ。ハローエブリバディ。真珠ゲット。こんなに真珠連打してんのに取れへんってどういうこっちゃ。俺の思いが届いてないってことか、この真珠に。
あれどこ行った、真珠消えたんやけど、あれあれ、俺撮った、あ、撮ってないの、おかしいわね、こんな三角ボタン連打してんのに、こんな連打してんのに撮れへんなんて、ということやばいな、海に入るとラグクなのか、そんなバカな、そんなバカな、そんなバカな、シリカ真珠6ゲット、建築があるから思うのか、うん、よくわからんが、別にここに固執する必要もないけど、木箱が、木箱はオベリスクの場所にもあるから、とりあえず復活してなかったので帰ります、トイレに行きたい、許してくれ、一旦拠点戻ってトイレタイム、トイレタイム、ああいいね、皆さんが、皆さんの協力でわずか数時間で拠点を拡張に成功です。あとは恐竜をどんどんテイムしたいけど、テイムがね、ポイント2倍デーではないので、もうちょっと待った方がいいかな、正直。そこが悩みどころですね。悩みどころ。で、鉄をどんどん集めて焼くか。鉄を集めて焼く。鉄を集めて焼く。あるやん、降りてけんやん。帰ってきたよー。オッケーオッケー。あれ？え？うん？おお。一体何が起こったかわからなかった。おお、また戻った。動物があるからメガロが出てくるのかな。メガロサウルス、おやつカンパニー。この辺動物あんのかな思ってきたけども、そんなことはなかったね。まあ、ここら辺まで建築なんかどんどん進んでたからね、正直。なんか出てきたしそうで、ここはレアフラワーや。レアフラワー、レアフラワー。なんか道路がブチ切れてるし。ああああ、なんかめっちゃディフィール多くね、この辺なんでこんな多いの、ディフィール艦隊やったで今見たけど、ディフィール艦隊や、羊を最近見ないのですが、羊すら見たことねえんだが、羊って平原にいるのは知ってるんだが、羊ってどんなんだろうね。羊か。メガロケウスは見たことあるけど、あれ羊じゃないもんね、メガロケウス。羊、羊。なんだって、湧き潰しだと？湧き潰しの意味がわからん。マイクラかよ。マイクラか。なんか建築を置くとかなんかすることによって作れるんかな、そら参ったね、いやーマイチング先生だわ、うわびっくりした、誰かいるんだけど、おほーすごい、あなた誰、どうしたどうしたどうした、誰誰誰、困ってる人、普通の人、困ってたら、初めての人やったらちょっとお肉を渡さねばいいかんね、ほい、はい、今度どうだ、初めての人かな、じゃあね、え誰、あなたレベル2だろ、じゃあ初めての人なのかな、よくわからんが、トライブヒューマンに、お前トライブ行かんねえよ行かないよ、わしこのままやるぞ、おトイレに来てんだから、それより一旦トイレタイムです、トイレタイム、
ドライブメンバーに入れたらどうですか？はい、戻ってきましたよ。なんか画面に映ってね。え、わ、びっくりした。焦った。え、びっくりした。ハロハロー。トイレから戻ってきた。なんか紫色のものが映ってくる。焦った。いやー、やっぱお茶飲むとスッキリするわ。喉乾いてたからね。うん。やっぱ人間は食べて飲んで。え、誰かいるぞ。食べて飲んでしないとね。お、また何か置いてくださった。いや、そんな別にいいのに、ありがとうございます。なんか味センキューです。この人はあれ誰だろう。レアステーキさんのドライブの人かな。ええてか、うちのワンちゃんがなんか噛んでるんだ。やたらでトライブ、ちょっと待って、がめちゃくちゃある。いや、マジ感謝です。かっこいい。ありがとうね、ありがとう。なんかいい言葉ないかな。ありがとうございますだね。もうありがとうだけじゃ足りひんね。神に感謝だね、これは。こんな取れへんねんけど。あ、またリモコンだ。これ。リモコンか。こや。リモコンか。なんだよ。よいしょ。もう入らへんじゃねえか。重量オーバー言われてる。めちゃくちゃいっぱいある。わお。マジ神に感謝ですわ。いやー、素材がいっぱいだわ。マジ感謝ですわ。アイコンさん、イコンさん、ありがとうございます。こんなに素材が、霧も取っていくかいって。やべえ、僕にウケる。めちゃくちゃ素材がいいね。やべえ、重くてやべえ。イエス。そんな重量持ってへんのかな。ああ、タンスが足りなくなっちゃうな。やべ、全部入れちゃった。まあ正直こんな感じでいいかな。うわ、びっくりした。ありがとう。へい。焦る。こんだけキーあると嬉しいね。重量オーバー。
嬉しいね。こんだけキーあれば、こんだけキーあればいっぱいなんかできるもんね、正直。あ、固まる、固まる、固まる。大丈夫か？重いね。あ、あ、入ったか。このドアとどうすりゃいいや、俺。もらってもいいか。いやー、ありがたいね。あ、やべえ、イカダが遠のいてもうた。イカダじゃねえ、なんだこれ。そんな重量持ってへんのか？いや。いや、木が重いんだよね、もとも。と、としか考えられないな。マジ、人の優しさに感謝ですわ。よし。そうそう、名古屋大さん、トライブ、そうそうそう。トライブに入れる件に関しては、なんか、見知らぬ人を入れるっていうのがめっちゃ怖いんですわ。まだ、ここの配信見てきてくださるやったら、まだちょっと検討はしますが。めちゃ怖いです。そうなんですよね。この道路どうすりゃいいや、俺。肉にしていいのか？いいのかい？切れない道路。お酒。よし。さあ、建築。石とかもいずれやらなあかんし、とりあえず簡単にできるものを服着ようか。服着ろって話やな、俺。なんじゃこれ。なんなら、同盟はどうでしょうか？あ、同盟とかあるんや。同盟ってなんで、うわぁ、海サソリー、海サソリー、海サソリー。あー、同盟って聞いたことあるね。やり方がようわからんやけども。そんなのもあるんだね。それも手か。同盟か。なんか、建築物の共有はできんのかな。なんか、通行はできるけども。それじゃあ、ワイバーンの赤ちゃんが待ってるので、素材集めはここまで。レアステーキさん、ありがとうございます。行きますので。マジ助かりますわ。ありがとうございます。ワイバーンの赤ちゃん。いいですね。ぜひとも、赤ちゃんの舞台行ってください。ありがとうございました、レアステーキさん。助かりましたわ。ありがとうございます。マジ助かります。いや、もう正直嬉しいですわ。そう、ありがとうございます。めっちゃ広がったな。私の計算ではあれですわ。一応明日の日曜日のイベントで一気に素材を集めて建築していこうっていう感じやったけども。おかげさまで一気に建築が広がりました。これ行きますか。ありがとうございます。名古屋大さん待ってますよ。ワイバーン頑張ってください。頑張ってくださいね。では、ステーキさん。ワイバーンの赤ちゃんか。いいね。育てるのも大変って聞いてますからね。大変だなぁ。頑張ってください。海サソリか。あれ。鉄系とそういえば焼いてどうしたっけ。あ、作業机作ってんわ。一番大事なもん忘れた。これも作らなぁ。重たいね。とりあえず資材系はほぼほぼ、繊維とかあの辺集めればいいし。固まった。固まった。動かない。動かない。動かない。という、あ、布のシャツできた。布のシャツ。布のシャツ。布のグローブ。よし、何が足りひんにゃ？多分鉄のインゴットと石と皮と。石、皮、木はめっちゃあるからね。石はなかったか。木はある。鉄のインゴットもある。石もまあまああるか。あと皮。銭にも集めといたで。マジっすか、レアステーキさん。いやいや、そんな、助かりますが、ありがとうございます。そこまでしてくださるとは正直嬉しいです。いや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 、こんな私めに、そのような、そのような、ありがとうございます。私、返せるものがないんですが、返せるものがないんですけども、マジありがとうございます。
返せるもんがあればいいんですけどね、全くないという実利からしなんてこった。この後私なりにできることしておこうか。それはズバリチャンネル登録、こうしとけば配信のやつは見れるよね。確かお知らせが来たりとか、でも通知切ってたかな。 OK、 よし、よし、 OK、 チャンネル登録させていただきました。今で OK、 よし。さてさて、何しようとしたか忘れたわ。何しに来た、ここに。あ、またチャンネルを加える。あなたはどうしてそんなことするの？ん？こらこら。あ、思い出した。川か。川こっちやったっけ？至るところにあるからね。いやー、嬉しいなー。ホクホクですよ。ホクホクですよ、奥さん。よし。ワイバーンでキーも集めれんのね、いろいろと。そら知らんかったわ。マンモスいらずじゃん、下手したら。できたー！作業台完成。初見です。お、初見さん、よしこさん。よーい。初見です。ヒーローサイターさん、おかえりー。二回も言わずともわかるぞ。おかえりー。おかえりー。どうですか？調子は。どうもー。はい、もう一個作業机できるけど。二個作るべき？2個も作らんでいいよね。2個も作らんでいいかな。1個で十分じゃん。ジャン・キリシュタインです。よし、ここにここにハウス作るんやったらさ、これら移動した方がよくねと思ったんやけど。お、来た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 、親父来た来た。おかえりー、名古屋大地さん。どうもー。誰かいる、今また足元に誰かいる。さっきの人が。ハロー。ハロー、名古屋大地さん。同盟ってするの？同盟。同盟。とりあえず、ちょっと待って。いや、いろんなもんここに突っ込んどこ。それがいい、それがいい。俺をドライブに誘ってください。ほうほうほう、おげドライブに誘ったらいいですか。ドライブにこうしたらいいの。ほい、今で OK かな。誰か隣にいるんだが今でいいですかね。ほうほうほう。ほんで同盟できんのかな。トライブ戦争とか、相手のトライブと併合するとか、なんかいろいろあるけど。すごいな。戦争宣言とかあるんやけど。嘘やろ。怖い。なんかあるでいろいろ。どうすんだここから。合併すればいいの？合併したら、なんかいっぱい誘われ、隣から誘われてんだ。これでどうなんでしょう。なんかものすごい邪魔されるこれでいいのかい。誘ってで、で、混んでいいのかい。ちょっと待っててください。うい、うい、了解です。今ないないできることしておくか。あと川と木か。川と木と、毛皮もあるやし。よし、どんどんここに入れよう。どんどん入れるぞ。
とは意思も必要になるな。誰だこれは。これは一体誰だ。徐々に領土広げていくか。我が国をさらに大きくしようじゃないか。我が国をさらにでかく。でかく強靭なる我が国を作ろうではないか。これ繊維集めるのはあれやな、釜で切り取ればいいだけだな、今思った。釜も使うか。なんか急に明るくなった。なぜ？よしよし。我が兄弟なる我が国を作るぞ、この辺に。さらにでかくして恐竜ハウスを作らねばね。素材としては木とか作るとしたら、まあ、罠でいいかな今は。んで、さらに作るとしたら、門だな。門が必要だ。よし、第一に門を作ろう。強大なる門よ。わらと木と石、石大量に必要だな。でもできるぞ、これ。できる、できる。石か。わらと木と。我が国をさらに強靭に、強靭な我が国。石がもっと必要だね。石超える100か。と、海サソリいるな。海サソリがめんどくさい。ここに恐竜ハウス作るんやったら、マイ拠点移動した方がいいかもしれない。マイ拠点、かまどとか移動した方がいいかもしれんな。作っといてないけど。まあ、おいおいでいっか。では、おいおい考えよう。よしよし、重っ。では、おいおい考えます。とりあえず石を、よっと。暗くて見えんのだが。なんか同時で誘われてんだが。合併、これはどうした？ドライブ早い。これはどうしたらいいの？ドライブ早い。誘ったらいいのか？で？これでどうすんだ。なんか妨害しに来る人がいるんだけど。これは一体誰だ。これで誘って、で、どうしたらいいやね。これで同盟がよくわからんのが、これでどうするんだ？これでええんかな？砂拾ったけど。
これでええんか。で、名古屋大師さんが入らはったけど、これでええのかい。これ結果的にどうなんだよ。いてててててて。お父さん、メガロザウルス探しに行こう。メガロサウルス探しか、怖いわ。やだわ、メガロちゃん。誘われた側が認証したら OK。誘われた側が認証したら、あ、誘われた側が認証したら、マジっすか、レアステイゲームさん、ありがとうございます。誘われた側が認証、マジか。認証出てきたかな。で、これやとトライブに入っちゃってるよね。トライブ追放したらええの？どうなんだ。よくわかんねえ。これやとトライブに入っちゃってるもんね。追放したらええんかな。追放してから、こう誘って、誘われた側が認証したらいい。間違えた、わら。間違えたんかーい。間違えたんかーい。なんかフレンド依頼が来たんだが、これ誰？どうでしょうね。誘って、で、すんのかい、せんのかい。すんのかい、せんのかい。ピクピドリュー、すんのかい、せんのかい、みたいな。これでええの？こんでええの？これでトライブに入ったのかな。これはトライブに入った感じだけど、同盟ではないのか。よくわからん。よくわからん。これだと普通にトライブやんね。多分。これはトライブ。おお、14 people watching game. Thank you. Thank you. Thank you.まず松明で叩きます。松明で叩き、焼ける。どうするんだろうね。もう一回ちょっと追放しようか。もう一回追放して、でから、合併したらいいんか？誘って、で、なんかいっぱい出てくるやろうから。よくわからね。これで、合併する。相手とトライブ合併する。これかな？上？合併したらええんか、これ。合併？どれだ？戦争宣言したらアウトやし。これじゃね？ちょっと押してみるか。あ、一瞬なんか同盟みたいになったけど。これでどうなった？お互いトライブ作ったかい？なるほど。なるほど。これトライブ作ってないかもしれんね。なるほど。そういうことか。だからこのトライブ新規作成したらいいんだね。わかった。そういうことね。オーケー。ああ、しまった。そういうことっすか。なるほど。いやー、助かりますわ、レアステーキさん。使用できない文字が含まれてる。何が使用できるんや？合併すると、よし、今度どうやろう。翼くんのトライブシュート、あー、ほー、合併するとどうなんでしょう。これはちょっとまずいことなのかな。トライブオブマジいい。合併するとどうなる。これは所有者が、ああ、所有者的にはこれ、あ、名古屋大師さんの所有者なのか。あら。まずいな。まずいな、これは。そういうことか。あちゃー。大地さんの全部もらう感じ。なじっすか。やばいな。なんてこった。そういうことか。合併せずに、
どうしたらいいの？入っちゃえ。入っちゃえ。入ったらいいのかな？入っちゃえ。合併したらあれか。合併したらいいのかな？よくわからんなってきた。もう入っちゃった方が早いね。入っちゃうか。これは名古屋大地さんあれ？あれ、元に戻ったけど、これ、でも合併したら名古屋大地さん。あれ？名古屋大地さん関係ない？え？戻ったかな？これで。所有権は戻ったけど、名古屋大地さんの建築はどうなってるかやんね。これ、よくわからん。よくわからなってきた。あ、戻ったかな？戻った？戻った？同盟ってよくわかんないね。名古屋さんのドライブに入るしかない。ああ、そういうことか。それの方が早いっちゃ早いよね。それの方が早いね。もうそれでもいいんじゃねと思ってきたね、正直。どっちでもいいんですけどね。ただ同盟のやり方よくわかんないね。これで所有権は元に戻ったかな。もうあれやったら名古屋大地さんのドライブに入っちゃった方が早いけどね。ほんまやね。ふぅ。ああ、しまった。ああ、しまった。大丈夫っすか。やべえ、カクカクや。所有権はこっちに戻ったけども、名古屋大地さん。多分ワイバーン乗れるぞ。マジっすか。ほんまや。ほんまや。ドライブ、これはどっちをドライブになってんの？これで一回、あれか、一回追放したら、どうなんやろ。名古屋大地さん追放したら、元に戻るのかな、全部が。これ元に戻る？これは関係ないやんね。どうでしょう。よくわからん。え、ちょっと待って、名古屋大地さん乗れます？これなんかわしのあれなってね、よくわかんねえ。ウィー、ちょっと待って、とりあえずよくわからん。乗れない。なんだって。とりあえずまた入るか。こう誘って、これで OK か。ややこしいね、このドライブ関係は。もう、ほんなら俺が名古屋大地さんのドライブに入った方が早いね。だから、わしが脱退すればいいか？解散した方が早いか？なんてややこしいドライブを。な、わしがこれを、離脱。こうしたらどうや？すべて元に戻ったんちゃうかな？あ、でもなんかおかしいことになってね、これ。ああ、俺の周りが。待って。おかしいことになってるわ。まずいな。俺が使えんなってしまった。今の状況を説明するぞ。お願いいたします。とても大変なことになってます。合併してとても大変なことになってるね。所有権のあれが。あれやね。多分、全部の所有権は名古屋大地さんに移ったね、これ。だから、名古屋大地さんの方に入ったらもう全て解決って感じになるかな。それでいいんじゃねえかな。いやね、これ全部名古屋大地さんの所有権やろ？っていう感じなのかな。かな。どうやろ、合併したら、また、あれなんかな。これ、この辺の所有権は全部、とりあえず。個人所有者は俺になってんだけど、解体可能まで。合併をしてしまったことで、大地さんのものが全部自分のものになったけど、抜けたことで、
ほうほうほう。全部大地さんのものになったよね、これ。そういうことか。まずいな。そういうことね。おげ。なるほどね。これほらまた抜けたら俺のやつなくなるのかな。それか。ドライブの設定でなんかならへんのかな。今は全部大地さんのものになってます。なんでこった。そういうことか。ほなルールでなんかできんかな。これで設定しといて、で抜けたら俺のもん俺のもんにならへんのかな。どうだろう。これでどうだろう。よくわからない。で一回俺抜けようか。なるほどね。これはもう直す方法はないかもしれんね。ないのかな。なくてもいいんですけど、どうしようもないかな。あ、ダメだ。そうか、帰ってこないね。帰ってこないな。ってことは俺がじゃあ名古屋大地さん誘われたらいいんだね。多分全部俺の管理ではないね。多分直す方法ないでしょこれ。よし、じゃあ名古屋大地さん誘ってください。もうそっちのトライブに入りましょう。入りつつ私はこの辺で建築をしておこう。それで多分まあまあ一応解決するということでいいんじゃないかな。それしか方法ないよね今んとこ。だよね。よし、ありがとうございます。こうした方が多分丸く解決されるんじゃね。これでいいんじゃね。ね、ほんでもうほぼ解決ということでね。解決なんかな。あれ、収納ボックス変えてけえんやけど。ちょっと待って、あれよくわからん。どうなってる。意味がわからん。どういうこっちゃ。もう訳がわからなってきたで。これさ、どうなってんやろ。俺開かへんやけど。あー、ルール的なもんを設定しちゃったからか。やべえ、深みに入ってってる。やべえぞこれは。超泥沼化してる。これでどうだ？まずいな。参ったね。よくわからんことになっちゃったわ。参ったな。よくわからんことになってます。もう一回抜けてちょっと考えようか。多分回収はできんのかな？みたいやね、ここら辺に関しては。これ誰の所有権になってんのよ。個人所有者俺、トライブオブハヤやから？トライブオブハヤでどこ行った？やべえ、もう訳がわからんことになってる。向こう側まで。よくわからんな。もう全部潰した方が早いかもしれないこれ。もう建てたの全部バラしや。もうそっちの方が早いわ。そうするわ。でもバラせねえ次は。ダメだもう。あと12分待たな無理かな。ってことはもうあっちのやつアウトかな。まだ建築し直すか。もう素材に関してはね、なんとかなる。なんとかなる正直。新しいドライブ無理かな。多分もう回収もできねえし、これ名古屋大地さんのやし無理かな。こっちはどうやろ。そうだよね。
誰も所有権なし。なんですかねこれ。所有権ないのかな。なんてこった。所有権ないのかな。ひえ。所有権、これ私の所有権ではないし、所有者的には名古屋大師さんの所有者ね。多分私のトライブ関係全部消滅してるから。名古屋大師さんに誘われたらいいんかな。というか名古屋大師さん Y1 乗れます？大丈夫かな。名古屋大師さんが乗れるんやったらまあいいけど、まあ、最悪ここ所有権誰もないんかな。 ありがとうございます。どう？あ、よかったよかった。そっちの所有権なかったら危なかったわ。さ、解体するかどうしようかな。ドライブルール変更しちゃったのがちょっとあれ聞いてますね。参りましたね。一回名古屋大さん誘ったらいいかな。誘って、なんか知らん人も入ってんやけど。待て待て言った。所有権ないわ。参った。壊してもらい。そうだね。これ壊してもらえますかね。壊せんのかな。そうだね。名古屋大さん壊せますこれ。壊せるならもうお願いしたい。ルールがこれ全部。一回のみ。検討部分所有権。これで OK？ ああ、ダメ。壊せない。なんだと？なんだと？解体が。オフラインダメージを無効化まで。無理か。もうほっとくしかないか。てか、なんでこの人入ってんだ？ダメか。まあ、いったね。もう、建築物。誰も取り出せんのか、これは。なんてこった。きついな。それは無理か。死んだんやけど。そうか、建築関係が。ルールが多分変わっ、ルールが、これ全部消えてるんですけど、このルールをなんとかできんかな。これで変わるのかな。ですかね。個人所有者おるやから、なんとかならへんかな。多分なんとかなると思ってんすけども。よっと。とりあえず、一回全部潰そう。そんで、そうしよう。誰かいいんやけど。何も所有権ないのに、誘っちゃうと。大内さんの拠点とか、すべてやばくなるかも。もう手遅れそうだけど。へぇ。なるほど。どうやろね。どうでしょうね。名古屋大さんの拠点も気になるな。名古屋大さんの拠点大丈夫ですかね。ちょっと見に行きますか。ああ、やばいかも。一回また戻っていただいて、それでちょっと見ますか。やばいね。ひえー。破壊できる。ちょっと待ってて。うい。了解です。いってらっしゃい。どうしようかな。私は私で考えるか。どうしようかな。所有権。所有権か。こういうのを、こういうのは、こういう罠があると書いて。まだ大丈夫やったら、これ以上はもう何もせん方がいいね。このルールいじれへんかな。ここら辺のルールって全部消えてなくない？これをいじりたいんやけど。大内さんから誘ってもらってください。了解です。これルール変更できんかな。参ったな。くぅ、きついな。ここまでいい調子にいったんやけど。しくじったな。さあ、とりあえず、また作り直したらええ話やからいいけど。言うてる前にご飯の時間になっちゃうからな。で、名古屋大地さんの無事が確認できたらよしとしよう。出た。
定だ。今建築はできない。すいません。大丈夫です。すいませんな。こっちこそ合併をしてしまったばっかりに。どうしようかな。とりあえず、全部破壊したら大丈夫っすわ。正直まだ被害は浅い。まだ浅い。一気にまた作ればいい話やし。問題は名古屋大地さんの建築物が気になるとこや。そこで何もなければ、OK。このルールをいじれるんかな？これ、もし名古屋大地さんここら辺のルールいじれそうやったら、いじってもらおうかな？いじってもらおうかな？俺無理かな？ちょっとのんびり待っとこう。よっと。ちょっとしくじりました。お、合併をしたらこうなんのか。合併。対処法ないよね。所有権なくしちゃったか。どうしようかな。深みに入るってこういうことやね。どうしようか。無事でやってくれ、頼む。ダメージあと6分で通るのかな。大丈夫でしょうか。どうでしょうか。個人所有者は私ですから破壊できそうな気はするんですけどね。そういうのも無理なんか。所有権。無理か。ダメージが入るかどうかやね。あとちょっと待つか。トゥルトゥ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 、とりあえず全部バラして、いろいろやっちゃったことで、いろいろやっちゃいましたねやりすぎたな。いろいろやっちゃいましたね。いじくるってことはあまりやってはいけないってことですね。しくじりました多分いろいろいじりすぎて所有権もどっか行っちゃったみたいになっちゃった所有権もわけがわからん。どうしたもんかね。とりあえずあと4分でオフラインダメージ。全部早さんのものを、わら。抜けてもあれなんかな。もう意味がわからない。マジか。抜けてもわかんのかな。いやいやいや。元に戻す。マジか。こうしてもわかんのかな。個人所有者は同姓同名の別人扱いになってます。あ、そういうことか。なるほど。マジっすか。それは辛いな。別人扱いなんや。きついな。トライブオブハヤ。トライブ名もこれどうなんやろ。トライブが。マジか。くそー。これは誰やさ。できる人か。参ったな。破壊はできるが
まいったな、解決策が見出せぬ。こういう時に携帯だな。マジか。拠点の申し訳ないね。どうしたらいいやろ。アーク所有権。まだでもあの所有権維持でそうかな。所有権。所有権。大内さんの拠点を使えれば。なるほどなるほど、そっちに行ったらいいかな。なるほど。ドライブ解散どうしようかな。恐竜の所有権は戻るよね、普通に。所有権は戻る。大地さんの拠点を使えたらなんとかなりますかね。恐竜の所有権は大丈夫って書いてあるけども、建築は難しいんか、やっぱり。どうしようもないかな。ダメだ、ダメだろうな。二人の家なき子、ここに誕生か。どうしようもないな、これ。うわぁ、最悪や。なんてこった。すべてをやり直すしかないか。なんとかできそうな気もせんような気もするんですけどね。わら。マジか。マジか、ドライブオブ。でも、なんとかできそうな気もするような。ねえ、とりあえず名古屋大地さんの拠点の方に一回も行きたいとこですが。正直私の拠点はもう捨てても大丈夫なんですけどね。まずいな。くぅ。ドライブ作ってよ、繰り返したらいけるかな。ちょっとやってみようか。へいへいへい。くそ、返してくれいい。チェストダメージ入んのかな。最悪ここさら地にしてもいいと思ってるんですけどね。どうしようかな。オフラインダメージは無効か。やべえ、バラせない。やべえ、何もできん。まいったな。せっかくいただいた建材が、くそ、入ったままか。何か手段ないかな。そっか、イカダムか。まずい。こいつはまずいぞ。あ、閉めれんのこれ。どうしましょう。どうしましょうかね。一回名古屋大地さんの場所に行ってドライブ云々観音してみようかな。どこに言い張るかな。一回死ぬか、死んで何とかするかな。木箱は作れんか。ちょっと考えよう。
旦名古屋大地さんの拠点を目指そう。どこかな、死んでいったら早いかな。トライド、トライブオブハヤ。さっきまで所有権はあったんやけどな。建築まで所有権放棄されんのかね、抜けると。どういうこっちゃ、訳がわからない。死んでベッド使えれば。あー、なるほど。一回ちょっと死んで、何回も死にまぐろ。北東の場所です。北東、オッケー。とりあえず死にまぐろ、それから考えよう。一回死ぬことで全部リセットせえんかな。ちょっとやってみるか。試して合点。やばいな。そうしてる間にご飯の時間が近づいてくる。なかなかいつも終わり際にハプニングがあるね。どうしたものか。トリマ、とりあえず一回死んでみようか。で、北東の場所に。あれ、よーし、北東の場所まで。ちょっとラグいな。ドルバック、せめて名古屋大佐の建築物を取り戻す感じでやらな。あかんな、ラグいな。これロールバック食らうか。まだドルイー、あかん、全然いけへん。ロールバックですかね。凄まじく巻き戻しを食らいます。よし、これでよし、これで死に戻りだ。無抵抗。あれ、無視されたやけど、なぜ、あれ無視されたならなぜ。早く俺を殺してくれ、もう時間がない。え、うり、よしよしよし、いいぞいいぞ。よし、これでベッド使えるかな。そうそう、とりあえず左上の北東の場所に行こうか。ガー、ベッドも消滅か。北東、北東。こっちか。なんか韓国語で言われてるが、俺には全く分からない。北東やからこっちで合ってるよね。ちょっとまずいな。ここか。わしの名前になってたらあれやな。あ、違うわ、こいつじゃねえ。あれ、全然違う拠点。違う。マジか。ベッドがない時点で察し。くそー、マジか。お察しやね、これは。きついね。北東。ん？あ、こっち北西や。ミスったミスった。北東じゃねえよ。北東は逆じゃん。確かにベッドがない時点で、まあ、知らない。終わった。マジか。まだちょっと試すことは試させてもらおう。無理かな。ひえ。なんてこった。何もできねえ。ちょっと待ってや。所有権のこれが難しい。そこは。あかんなあ。ドールバックか。また戻るか。つらい。恐竜が使えることだけが救いですね。そうですね。建築は、でも建築も取り返したいね、正直。何回かやっていく、取り返せんかな。そっ
そうこうしてるうちにまた恐竜の所有権がなくなる可能性もあるね。なんとも言えんな。よしよしよし。いて、これで俺を殺してくれ。なめか。いたいたいた。ワイバーン終わった。ワイバーンがマジか。なんとかならんかな。なんとかならんかな。うおー。北西北東か。へえ。北東に急いで。北東ってこれか。この辺かな。戻ってきました。てかここどこここどこ。いや出られないですけど。いやーちょっと詰んだなこれは。誰か出してください。負の連鎖ってやつやね。もうどうしようもねえわ。もうどうしようもねえ。誰か出してくれ。まずいな。何もできぬ。ここはどこだ。倉庫か。出られる。出られぬかな。恐竜全部使えねえ。マジっすか。恐竜、所有権がどうなってる。どういうことや。マジか。さっき使えてたよ。ワイバーン。どういうこと。さっき使えてたのに。よくわからんな。どうなってんにゃ。状況が全くわからん。所有権なくなってってる。そうなるでしょうね。そう。なんてこった。ここに囚われてる以上さらに何もできんという。なんてこった。くそ。押しるしかないけども。困りましたね。困ったね、これは。なんとかならんかな。所有権は多分恐竜の所有権戻れるような気はするんですよね。とりあえずまずは合流戦ごとに話にならんな。まいったね、アークは。こういうあれがあると辛いところよね。どうしよっかな。脱出することもできん。どうしよっかな。ちょっと考えて、死ぬしかないもんね。死ぬ方法はないもんな。自分の糞を食べて
なんとかするしかないもんね。体力減少、これでよし。厳しいな。残された時間ももうほぼほぼないな。リアルな話でね。どうしようか。とりあえず急いで合流してなんとかしよう。ダメか。結論を言いますと、一文なしです。ほんまやね。もう何もできんな。で、所有権自体もなんとかなんへんかな。ちょっと調べてたら、なんかなんとかで二人きとそうも。みたいな話があったような。とりあえず、こっから脱出したい、まずは。でも Y バーに乗れてるのになんで他の恐竜が出ないのね。不思議な話や。なぜだ？水分、食料減ってきた。ダメか。出してくれ、誰か。してくれ。まいったな。もうちょっとで食料値減るから死ぬやろうけども。だね、こりゃ。そこの人、インしてるよ。マジっすか。インしてるか。言うて助けてもらうか。インしてます。マジっすか。助けを求めるか。さあ、リアルの時間もなくなってきただ今。やべえな。言うて助かったところでもうあれか。まずいね。死んだ方が早いか。とりあえずワープを使いまくる。この人の拠点から名古屋大層の家は近いんかね。近ければそっちに行きたいな。無理はゼロ。人間の糞を食べて減少させて。参ったね、こりゃ。ちょっと死んで、なんとかしようか。どん詰まりです、今。や、いろいろあってやね、今。ちゃうね、いろいろあってやね、ちょっと。まずいな。7時までやんね。いいよ、やるんやったらやれば。ちゃうね、いろいろ問題が発生して。まずいことになってんの。何やろね、どっから説明したらいいやろ。とりあえず、まあ最初からやってて、で、このね、見てくれてる人と一緒にやってたんやけども、ね、なんかいろいろやってたら、二人とも一文無しになってもうた。いろいろいじくってしまったらね、
恐竜の所有権も建物の所有権もなくなっちゃってね、そうとても大変なことになってんの。なんでこんなとこにいんのよ。死んでワープしようと思ったらこんなところにマジつらたんですわ。どうしようかね。今が降りてくれへんねんけど。ずっと乗ってんの寂しい。新天地で新規一点始めるのもいいんじゃない。マジそれがいいんすかね。参ったな。俺の気持ちは落ち込む一方で見てくれてる人は増えていくというねいや嬉しいですけど、嬉しい気ですけどもめちゃ悲しいんですけど、もう正直知るしかないもんね。これはどうしようかな。うんこ出たら食べないと。ほんまやね。うんこ出たらとりあえず食べて。おい何回こういうひどい目に遭わなあかんや一体自分もそう考えてました。おそうしますかね。なんとかならへんかな。もう一回合流してちょっと試せること試して、無理やったらもう諦めましょうかね。一回名古屋大さんと合流を図ろうと思うんですけど、所有権自体は無理でも恐竜はなんとかなると思うんですよね。まあいったな。とりあえず体力は徐々に減ってるから、はあ寝た。恐竜所有権ね、アークの所有権。あ、バレてる。何してんや。おとなしい。ここどこやって。あんたちゃうわ。読んだやろって。ほら。どうしようかな。今所有権について調べてるとどうなんやろな。まあいったね。そやね、今調べてるけど確かにな、アークのそういう設定もおかしいんちゃうかって話もあるよね。なんで破棄されるみたいな。所有権放棄やったらあれやけども、まずいな。もうあとちょっとで死ねるが、せめて恐竜の所有権だけでも回収せん。場所いずこ。場所はね、北東のね、どこだここ。ID 表示されています。どこだここ。縦が80、横が20かなの、ウッチさんの拠点かな。人は増えるね見てくださってありがとうございます。もういろいろあってとても大変な状況ですわ。いや出れへんね、他の人の家が今で閉じ込められない。2回目やでも実に悲しい。とりあえずもう死ぬのも時間の問題だな。せめて恐竜の所有権だけでも取り返す。建築物取り返せるのは難しいか。とりあえず一回死んでワープをしよう。もう一回北東やね。北東か。もうちょっとで死ねる。チャリティーイベント前にして、あれどこ行った。何してんの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 何って今お父さん必死やね。知らんのかかわいい。借りてきた猫みたいになってるで、2階の方がいいんか。あーかわいいかわいい。お父さん今大変やね。何もかも無一もやね今。FX 溶かした状態やね今。どうしよう。FX 溶かした方が痛い。いやそりゃそうだな。溶かしたことないけど。まずいな。ほら。はあ、助けてくれた。ありがてえ。優しい誰？
この拠点の人や。あ、こういうことね、なるほど、ありがてえ。よかったな。よ、出た出れた、ありがとうありがとう、助かった、ありがてえ。なんか19人見にめっちゃ見てくれるけど、もう時すでにお寿司だわ、もうダメだわこりゃ。めっちゃ感覚ないけど、チャットでお願いしましたよ。ありがとうございます、助かりましたわ、助かった、久々の大地。なんかめっちゃカクカクないけど、なぜ、全く手のかかる子だねって。お前や、ありがとうございます、レアステーキさんに助かってばっかりやわ、助かりました。どうしようか、ここからもう一回死んで、あれだな、すげえ平原かここは、なるほど。でももうやばいな、一回死んだ方が早くねえかこれ。ねえ、あ、そうなんや、嫌がらせするロシア人がいるんか。何やと、何やと、もう死にかけだわ。あ、もうダメだもうダメだ、終わったやばい、これ絶対野生の肉食やろ。もう殺してくれよ、俺を楽にしてくれ、俺を楽にしてくれ。あれ、誰も襲ってけへん、まいったな。あ、来た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 、野生じゃないのこれ。死んでワープをして名古屋大山で合流して建築物の方、これ野生ちゃん、あ、もう死ぬな。あそこの建築物は誰の拠点やろ。いや、これ俺のあれやね、そう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 、そう、めっちゃ遅いやろ、カクカクやで、しかもそうや、そうや、遅いねんな。ここ北でいいかな、北東でいいか、もう一回ここで北で、真剣やで、お父さん今、お父さん真剣やで、お父さん真剣やで、神戸探してんねん、お父さん興味ないねん。あ、なんか加えて出てきたカピバラ加えてる。じいちゃん家のカーテン止めてるやつをおもちゃやと思ってめっちゃ振り回しとく。マジか、やんちゃか、静か平か、こっちか、どこやろこれ。名古屋大山の拠点を探されるな。痛い痛い痛い、みんな俺に突っ込んでくるわ。かわいい、ちっちゃいのが、ちっちゃいの持って手乳や、手乳、違うな、ここじゃない、参ったな、迷子だわ、名古屋大山の拠点がわからん、地図も開けられない。まいったな。北東。北東ってこっちじゃね？そのこと心配するよ、ふーちゃん。何してんにゃ？嫌がらせ。マジか。マジか。うえ。なんかベッドの下で暴れてある。ほこりが。飛ぶ飛ぶ。めっちゃカクカクでロールバックを食らうな。ダメだ。違うね。さっきの人の拠点やね。参ったな。北東のどこかは全然わからない。下か？どこですよ。やばいね。これはもう名古屋大山と一緒に拠点の建築の部分をしていかないとダメじゃないかな。かな。やばいな。とりあえず合流をせんと話にはならんから、急いで合流を。と思ってるんですけど、どこかが全然わからない。こっちかな？北東やから、北
東北と北の東。誰やチャンネル君は。誰や。え、何々？銃声。銃声。でやばい、これ日本やろ。バンバンバン。怖すぎるわ。ほら。ほらちゃう。怖すぎるわ。花火？銃声やっちゃうわ。怖いわ。布団叩いてんじゃん。へえ。こんな時間に布団叩く普通。大地さんのとこはいずこ。大地さんどこでしょうね。いずこ。めっちゃ風の音。ほんまや。何やろこれ。風？何これ。風が吹いてんねんけど、うん、グビグビやべやべやべ、右腕でしびれる。所有権だ。花火かどうか。はやさんの場所に近いです。え、マジっすか。俺の場所に近い。え、この拠点の近く。どこやろ。あれか。あれさっきの場所やんね。入ったな。突風が吹いてきたぞ。ここか。ねえ、鉄かな。あ、違う人の拠点や。これは、あ、でも違うな。すげえ建築や。参ったね。あ、グリフィンや。あ、ワイバーンや。このワイバーン。お、これは名古屋大地さんか、もしや。あ、合流できたかなこれ、もしかして。あ、でも違うかな。これはレアステーキさんかもしかして。あ、レアステーキさんか。合流できたらレアステーキさんだった。あれを。背中乗り。ありがとうございます。ありがとうございます。マジ感謝ですわ。マジ感謝です。失礼します。うい、乗りました。あ、いたいたいた、名古屋大地さん。いたわ。これどうすりゃいいやろね。オールのトライブに誘ったらいいのか。名古屋大地さんのトライブ。ようわからんね。もう所有権みたいな。もう一人いる。レアステーキさん、レアステーキさん。レアステーキさんに名古屋大地さんでしょ。でしょ。これでいいんかな。俺です。名古屋大地さん。やったぜ。助かりましたわ。乗れるみたいだね。夢物語だね。すごーい。飛んでる。飛んでるよ。ほんまや。不思議なことになってる。やばいやばい。すごいことになってるやけど。バグっておる、バグっておる。何回生まれてんの。これどうなってんの。やばい、ゲームから離れてる。すげえ、怖え。天に戻って、あれかな。すべて失ったぞ、まだ。せめて恐竜だけでも回収した。全くわからない。違う。やばいやばい、暴れてる。先はどこだろうね。全く分からん。北東だけしか分からんね。すごい突風吹いてるね。俺ですか。ワンちゃんズ。多分名古屋大地さんの拠点に戻って恐竜見た方が早いからね。なんとしても建築物の所有権を回収したいな。
もうちょっとやってたら大丈夫、はい、大丈夫か、OK、ありがとう、すまん、いいよ、はいよ、所有権回収よ、そんなことないわ、寒いわ、寒い、そんなことない、そんなことない、あ、沈んだ、沈んだよ、マイダン、参ったね、なんか俺不当のレッドウッドです、不当のレッドウッド、はい、離れたらしい、レッドウッド、何それ、小梅が暴れと、所有権、所有権、ほらほら、あれ何かと言ったけど、どうせないの、了解、やべえ火山や、初めて見た、すげえ、もっと下がるよ私よ、なんか出てきた、ペット押したから、ペット押したから、すげえ、あ、ワイバーンいるやん、あー、あれがマヤ製のワイバーンか、あえて卵取ってくればいいんだな、なるほどなるほど、置いていかれたマジっすか、どうしたらやだね、わらどういうこっちゃ、やば、野生のワイバン初めて見た、来たで、あー、踏んだ、何ちゅうことすんの、あ、何をしてんの、あー、とこったい、北東のレッドウッドという場所がわからんな、わしの靴下やね、レッドウッド、ハンガー、誰が、いた、噛んだ、あれはあれはゲーム中やで、今我はしてない、我はしている、ごめん、ベロ出てるし、下出し梅、梅ゴミ、太ったし、大きいな、太った、いいと思ってんの、思ってんのか、俺が言うてんねん、え、なんかある、え、何かありますか、あ、ありがてえ、牛肉だ、な、生、え、これ食えんの、生肉、これなんだ、料理されてるやつ、あ、料理されてるやつか、ほんまや、うえ、食べれる、ありがてえ、マジ感謝ですわ、レアステーキさんには感謝ですわ、登れねえ登れねえ、どっちから登るか、せーの、よし、オッケー、乗ったよ、マジ感謝です。
あれ乗ったのに落ちてたわ。よいしょ、OK、乗れましたわ。すんませんね。一番最善なのが建築も恐竜も取り戻すこと。もし最悪なのが両方取り戻せんことやね。こんなこと関係なしで暴れとるぜこやつら。何しとんねん。7時半ぐらいかな。7時半騒がしいおちびさんも本調子になってきたね。人の部屋でボコボコディスかよ。何してんの。やめてくれよひっくり返すなよ。生活音が半端ないぞ君たち。痛い。いや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 、ちょっとあまりに荒れちゃうか君たち。あったか。さっきからやたら救急車。うん。寒いからか。えらいこっちゃやで。ここはどこ？レアステーキさんに助けられてばっかりや。レッドウッドこの辺かな。あれか。お、お、俺どうだってね。落ちひんよな。大丈夫やな。俺よしよし大丈夫やな。あれです。あれ、あれ、これ、どれ？下にあるやつかな。あれか。取り返したいね、なんとしても。誰かいるの？ちゃうね。所有権放棄なってるみたいな。誰のもんでもなくなってしまった。国のもんでもないな。国の国ではないけど。そう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 。ひどい話や。ありがとうございます。助かりました。これ全部なくすのは痛すぎるで、さすがに。だからなんとかしたいねんけどな。なんとかならへんかな。トライルオブハヤ。俺のもんになってんじゃけどね。で、俺のもんではないねんか。どうしたらいいやろな。トライブを作ってを繰り返したらいけるかなっていう話やけど。そこ水近いんやけど。我慢できひんね私って。あ、そうな。そうやった。そうか。前は我慢してたんじゃん。ほんまやな。お足の名前。今更ですけど、オプションの頑張ってあげてますか。オプションの頑張ってそれなりにあげてるんですけどね。あれこれ名古屋大地さんだよ。あれやん。どういうこっちゃ。頑張って設定を上げてますよ。上げてますよ。設定的にもうちょっと上げた方がいいかな。オプションの無理かな。頑張ち頑張ち。これか。消しちゃった。無理かな。これが名古屋大地さんの恐竜やけども、これも放棄されてんのか。所有者名古屋大地さんのね、おかしい話や。なんとかならへんかな。名古屋大
名前でここで入ってるんだけどな。恐竜自体を取り返したいな。どうしようかな。一回誘ってみて、誘ってみて合流してから無理かな。これはアークの欠陥やな。これが誰の所有権なくなるっていうのは変な話や。これでなんか所有権が、あ、これでもダメかな。プライドオブハイ、使えるものが何も、はい、この規模がただのものか。うわー、もったいないな。それはひどい。アークの欠陥とも言えるな、これは。どうにかならんかね。やべえやべえ、これが全部なくなるってちょっとな。運営さん何とかしてくださいよ。これでは無理か。これでルールを維持っては無理かな。ライブの所有やろ。無理か。ここまでいじってみたけど、どうだよね。個人の所有者が名古屋、所有者が名古屋大地さんやからダメなのかな。ライブルール。大内さんはソロ、別キャラがドライブいたりもしない。できますかね。別キャラが入れるドライブでっていう話かな。もしできんのかね、そんな。今見たら公式やったら戻す方法はありませんって書いてある。ないの、ないの。マジか。ひどいないか、それは。公式ひどい。そのキャラでドライブ誘えばなんとかなるかも。なるほど、そういう手があったか。惜しいか。それでなんとかしたいね。そのキャラを持ってきたらいいのか。難しいな。わかりました。なんとかしたいが、どうしたもんかね。これはネタ。ただしそのキャラもなってたら終了。ということは、俺も別キャラ持ってきたらいける可能性はあるのか、もしかしたら。という可能性はあるのかもしれんかな。別キャラ持ってきて、アバグタ。重い。
ひろしさんは何もせんとき。わかりました。そうしましょう。じっとしておきますか。入ったな。何とかできたらいいけど。ドライブ名変更。同盟の管理とかは。ハロー。初見です。お、初見さんいらっしゃいませ。シュガーニューさん。ハロー。こんにちは。今とても大変な状況です。一応7時ぐらいには終わろうと考えていたんですが、ちょっとね、同盟のやろうとして失敗して、とんでもないこと、所有権の放棄になってしまって、今、えらいことになってます。参ったね、これ。どうしようもないのかな。俺が死ぬのも時間の問題か。やっちゃいましたね、わら。ちゃいましたね。どうしたらいいかな。なんとかならへんかな。最終手段をちょっとなんとかなんか考えて、なんとかならへんかな。運営なんとかしてくれ。これ全部放棄とか考えられるわ。考えられる。おう、あと俺の作った建築は全部あれはもうどうしようもないな。ちなみに仲間はどうしたんです？仲間、まず私は拠点を別のところで作ってて、そこでね、名古屋大さんとね、トライブの同盟しようと思ったんですけど、一応合併をして、それからね、同盟ができたと思って、ね、抜けたら周辺の放棄が起こったんかな。ね、これが名古屋大師さんの拠点なんですけども、二人とも恐竜、俺恐竜ないのか、建築全部放棄になってるな。どうしようもないね。どうしたらいいんでしょう。いやー、手厳しい。厳しいですね。何もできる。何もできる。大地さんの別キャラによってドライブ入れるのが最高の結果です。大地さんの別のキャラドライブ入れるががが、え、もしかしたら、もしかして失敗する可能性もあり得る。難しいね。あ、羊いる。初めて見た。これが羊か。まずいな。ドライブに入ってどうやろう。難しいな。もうカクカクやで。これはどうしようもないか。難しいな。カクカクはどうしようもないのか。これくそ。所有権の放棄か。とりあえず俺は死なないようにこの辺をうろついとくか。合併して所有権奪った後、ドライブを蹴り、逆にドライブ入って抜けて、また合併してなので、どうなのね。なんかえらい工程をしてしまったねと思った。合併の理由もよく、合併もよう分かってなかったね。所有権、ドライブ、どうなってんやろね。その可能性にかけるしかないか。
調べるか、また。なんとかならんかな。すべてのものが吹き飛んでる可能性が高いです。なるほどね。なるほどね。難しいな。ほうほうほう。そうなんか難しいな。公式サーバーに言ってもあれですね、公式だから仕方ないって運営が言ってはるみたいなあれやね。ひどいな、どうしようもねえのか。所有権が、参ったね、これは。調べたがよくわからんな。所有権関係はあまり。カクカクや。誰誘ったらいいですかね。誘われた方がいいのかな。どうなんでしょう。全くわからん。全くわからない。誘ってみますか。その前に。その前に。その前に。おい。オッケーオッケー、これで参加したらいいんかな。建物とか恐竜はどう。恐竜、建物、これ見てもあれ意味ないか。これは特に変わってないかな。乗れる、開けれる。どうやろう、名古屋大さんが乗れるか開けれるかやね。ダメです、開けれんか。ってことは意味やないかな。無理か。重い。ダメか。完全に終了のお知らせです。マジか、なんとかできんかね。所有権全員こっちに移せんかね。いえー、ダメか。その卵を拾うことはできるけど、なんとかならんかな。無理か。
所有権吹き飛んでると。上はちょっとね、アークの使用上ひどい話ですね。参ったな。なんか加えてる。で、これ、それどっから持ってきた？それ私の名刺や。どっから持ってきた？無理かな。無理か。誘ってみる。これでもダメかな。これは違うし。いいサーバーやったんやけどね。無理かな。ダメか。なんかできんかな。問い合わせしても無理かな。参ったね。おかしいよね。所有者さんは名古屋大使さんやのに、ね、トライブも名古屋大使さんやのに、その所有権がなくなるって変な話。なんともならんか。トライブの所有はトライブの所有、トライブの所有。さあ、全体的にサーバーがロールバックをすればなんとか全もう1週間ぐらい巻き戻ってくるな。広志さんが建ててたところの土台って全部藁。そうです、あれ全部藁でございます。全部藁やね。ほぼほぼ藁、石がちょっと混じってるかな。ですので建築関係はちょっと時間経てば放棄はできるけども、ほぼほぼだね。建築関係は消せるね。何が起こっているの？お、どうもよしこさん。いろいろあってこうなっちゃいましたわ。同盟をしようと思ってね、合併して失敗したんかな。同盟自体よくわからなかったが、そうです、大変なことになっております。どうしようもないかな。もう考えれる手がないぞ。持ってきたけどもあれやったし、3日ほどであそこは消えますね。あ、3日か。わちのトライブ入る。よしこさんのトライブですか。そうしますか。どうしましょうかね。とりあえずどうしようかな。とりあえず無一文やからね。まあなんとかなるっちゃなりますから、まああれだね。もう一回なんか手を尽くせるかな。無理かな。ケッツァ、こうなったらこのサーバーをロールバックしてくれ。1週間ぐらい、そしたらいける。その手しか思いつかんぞ。もう時間も時間か、飯の時間が。どうしようもないか。20人達成です。重いですが、ところどころ491は。うんうんうん。491か。491サーバー行きますかね。どうしようかな。コウマルさん、いいサーバーやと思ったけどね。いいサーバーや思ってきたけど。失敗したな。最近こういうの多いな。参ったね。チャリティーイベントで一応復活はできるから、まあ、考えますか。とりあえず、所有権のホープというアークの、ちょっと結果、点がありますね。欠陥の部分か。これはちょっと良くないね。なんとかしてほしい部分ですわ。運営頼む、戻してくれ。それしか言えない。ダメだ、手が何の手も思いつかんな。全体的に所有権がなくなって、それを取り返す方向
とは思ってるんですけど、いいサーバーであることは否定しない。うん、いいサーバーですよね。帰ってこれるっちゃ帰ってこれる。そのサーバーに移行しに来ようかな。よしこさん来ますか。来ますか。俺も自分の作った拠点はとりあえずなんとあそこに拠点を作ろうと思ってるんですけど、荒らされようが土地をなくそうがまたあの土地には帰ってきます。みんなそっち集まってんのか。布団取ってんの。マジか。俺か。あら布団欲しいの。布団欲しいの。来たー。お母さん筆頭で集まって、お父もご飯食べるで。そろそろ参ったな。とりあえずロールバック。くそー、どうしようもないな。どうしようもない。最悪アイランドに拠点があるからそっちに戻ることも可能だが、ここら辺の損失はでかいと思いますよ。でかすぎる。なんとかならんかな。ライブ俺一人やし。明日っていつ頃やりますか。明日はいつやろね。明日はとりあえず昼にやる可能性が、てかチャリティーイベントからちょっと絶対どっかでやらなあかんね。そこで恐竜はちょこちょこ集めようかなとは考えてます。うん、というか10人目指してたんですけど、見てくださってありがとうございます。落ち込んでおりますが、あれですわ。もしよければチャンネル登録等よろしくお願いします。参ったな。うわ、怒ってる。顔見てみ、こてちちの。ボンって音が。あれ。データ消えたと思って死亡の方が楽かな。そうやな、その方がいいですかね。その考えた方がいいかな。もうちょこちょこまたやっていくしかないですかね。ありがとうございます。そうだな、名古屋大さんの方が被害がでかいですけど、そうだね。ようやく嵐から解放されたと思って頑張ったら、次はこの所有権の方、所有権がようわからんね。これに関してはちょっとアークの運営さん頑張ってやってくださいな。ゲーム出してる場合じゃないよ。所有権の方法ね、えまた取り返す方法とかをちょっと考えてほしい。普通にこのままいるってのはおかしい話やからね。それに関してはちょっと考えるか。まあいったな。罠の家は3日か。3日か。所有権放棄か。なんでこうなるか説明しましょうか。みっちり。みっちりですか。私のサーバー重いけどドライブ入る。そうだね。それもちょっと考えますか。さあ。そろそろ飯の時間が近づいてきています。あと5分、あと 2,3 分で落ちます。あと 2,3 分です。なんでこうなるんだろうね。
これはもうあれですね、もう私の心折りに来てるとしか考えられんな、運命が。まいったなぁ、私のあれもうかつだったわ、正直うかつすぎる、うかつだわ。うかつだった。解体可能まで10時間、10時間なわけないわ、10時間ちゃうな、3日か、参ったな。ほらいい土地やねんけどな、どうしようかな。491か。あ、またラグい。そして私はまたアイランドに引きこもることになるかもしれんな。イエーイ。ロールバックばっかりや。くそ。怒ってる怒るんやな、私も怒ってんやでって犬たちが怒り始めたぞ。こんだけ拠点作ってダブになるとん、あれ明日自分のサーバー入りますか、ワイバーアングリするのを手伝おうか。お前ね、それがあると嬉しいね。正直私はいいかもしれんが、巨大ドーム第一、お、このもしかしてこの人を誘えばワンチャンあるのかもしれんな、なんかもしかすればまだ諦めるに早いかもしれん。この人がなぜか巨大ドーム第一になっている、もしかしたら名古屋第一さんのあれか、可能性はあるぞ。この人寝てるな、無理か、大きいもんね。全部集計。うーん、まあ、誘われればですよ。誘われればか。なるほどね。ちょっとまだ、まあ、一旦諦めよう。一旦諦めよう。だがまだ諦めてないぞ。この人を一回誘って。で、もしかしたら復活するかもしれない。そしたら、もしかしたら名古屋大さんの拠点が復活する可能性が。一回この人誘って、で、トライブでできたら、合併するのかな？合併したら、もしくはこの人に誘われてできたら、一回死ぬだろう？で、所有権がこの人に全部移動してんのか。どうだろうね。だからこの人がもしかしたら、鍵かもしれん。とりあえず俺の和田の家は全部放棄する。もう飯だから落ちます。誘っちゃうのは話が違いますからね、しかしその人は日本人かどうか。そうやね、そこが分からんね。でもこの人からフレンド依頼来てるんで、なんとかなるんじゃないかな。ちょっと様子見ますかね。誘っちゃうの話は違う、まあ、誘われそうやね、誘われよう、うん、この人に次起きてくれさったらそのまま誘われようかな。でもこのトライドオブハヤと、ここの私の、早拠点はあれですね、復活しないでしょう。名古屋大地さんのもしかしたら、拠点が復活する可能性がもしかしたらこの人持ってるかもしれん。なんたってトライドオブ第一だ、今。ということで、今日は落ちようかな。まいったね。ちょっとまたいろいろ考えるか。今後のことも。ね。ということで、見てくださった方ありがとうございました。ちょっと申し訳ないから結果になっちゃったが、はい、ということでご飯食べて落ちます。おつでございます。おつです。